では、えー、時間を過ぎましたので、えー、そろそろ始めてまいりたいというふうに思います。本日は大変多くの方にご参加をいただきまして、誠にありがとうございます。コロナ禍で可視化されたこの国の真相と題しまして、折、え、し、ーまあ、もですね、えー、自民党の総裁が決まり、そして、えー、国政では、 選挙がもう時期やってくると、衆議院の総選挙がやってくると、こういう時期にですね、日本の中のさまざま抱えている問題、コロナの前からあった問題もコロナの中で、非常にそれが露呈をして、さらに深刻になった問題、さまざまあるかと思いますけれども、日本の社会全般について広くですね、議論をしていく、このイベント開始をしていきたいというふうに思っております。皆様、いろんなモチベーションで今日参加してくださっている方が多いんじゃないかなというふうに思うんですが、非常に あの贅沢なゲストお二人、白井聡さん、えー、京都聖果大学国際文化学部の専任講師をしていらっしゃいます、それから金平重則さん、えー、TBS 報道特集のキャスターをしておられます、お二人とそれから私、サルタも加わらせていただいて議論を進めてまいりたいというふうに思います。えー、実はですねこの企画 あの出版記念会、記念パーティーというか、出版記念シンポジウムなんですね、えー、ハッキン金ルという変な名前の本を、あれは4年前になりますかあ、出させていただいたんですけれども。 おそれのその時もです、ね、かなり激しく政界が動いていて、えーまあ、立憲民主党が生まれたあの選挙の前後を排除するという小池発言があったりとあの辺りだったんですがあれから、まあ、安倍政権はなくなってその後4年経って今日現在はまた総裁選で総理大臣が変わったその総理大臣が変わる。 あさってしさって3日前に、まあ、こういったことをやるということになって、えーまあ、その政治の中でどうやって抗っていくのかと、お日本社会の問題、まあ、私ども3人はですね、えー、前回の本1でもですね、今回出させていただいた「八金猿の2」でも、まあ、非常に、あのー、なかなか解決が難しいけど、解決していかなければならない問題点いがたくさんあるというふうに認識をしているんですが、あそういう各論点について、えー、本の中で議論したこと、そしてまた最新の総裁選等を踏まえた しし、ね、してていいいいいきたたいという,ふうに思っおおりまますすよろく願申し遅れましたけど私ですねあの今日司会をさせていただきます、えー、新外交イニシアチブの代表をしております弁護士の猿田紗斗と申します、えー、ちょっと3人の定談なんですけれども司会役も務めさせていただこうと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします それからあの今回、この書籍なんですけれども、鴨川出版さんから出させていただきまして、えーまあ、非常にあの私、執筆者の一人が言うのもなんなんですが、あまあ、読んでいてあっという間に読めちゃう、本当に1時間もあれば読めちゃうような本で,でして、すごくすっ、まあ、と入ってくるかなと、まあ、私の部分はさておきです、ね、金平さんと白井さんのところ、本当に学ぶところも多くてです、ね、大変、しかも苦なくこう頭にすっと入ってきて、なるほどと頷かされるところもたくさんあるものですから、あぜひ、 ですね、あの読んでいただければと思いますで、えー、2とあるので,です、ね、1を読んでないと読めないんじゃないかというようなことで,ですね、もしかするとおちょっと売れ行きが2と名乗ったがばかりにあまり良くないんじゃないかという説が私の中であるんですけれども、おー実は2と1とはありますけれど、1とのつながりはただ3人がまたし,あのしゃべっているということぐらいでして、中身に直接的なつながりというものはありません。ですので、2からだけで全く構いませんので、ぜひお手に取っていただければと思います。えー 今回、こちらに参加をしてくださった方にはですね割引販売ともさせていただいてますので、また終わりにもご案内しますが、まだ買ってないよという方いらっしゃったら、ぜひお買い求めをいただければ割引で参加特典としてお送りをさせていただいてますので、どうぞウェブサイトの方から申し込みをいただければという,ふうに思います。 今あのチャットの方にもご案内を入れさせていたただきましたえ本日なんですけれども、このぜ、えー、贅沢なお二人のゲストをです、ね、お招きをしまして、えー、まずです、ね、白井さんの方からあ15分から20分ぐらいお話をいただいて、えー、それから金平さんからあ続いて15分から20分ぐらいお話をいただいて、で最後に私されたの方からまた15分、20分ぐらい話をさせていただいた上でえで、ー、3人の提談という流れで9時までお送りをさせていただければというふうに思っております。 で皆様あの、たくさん質疑応答すでにいただいている方もいらっしゃいますけれども質疑の質問のある方はですねえぜひ皆様のその画面のチャットというマークからですね、えー、送っていただければと思います。皆様のの画面の 一番下のところにですね、えー、チャットマークが、あチャットで吹き出し、パンパンパンという吹き出しと、チャットってカタカナで書いてあるところがあると思うので、そこをですね、まあ、あのパソコンで見ているのか、スマホで見ているかにもよりますけれども、クリックしていただくと書き込むことができますので、えー、そちらにですね、えーま、質問担当の方に質問が浮くようにセットしてありますので、質問担当の方に、えー、チャットでご質問をお寄せをいただければというふうに思っております。 ちょっとズームの特設上ですね、皆さんに直接この回の中でご質問をいただくということがあ、ちょっと流れ上スムーズにいかない可能性もあるもんですから、お送りいただいた質問の中から私、司会役のサルタがですね、えー、質問を選ばせていただいて、みあの皆様に代わって、白井さんひらあ、金平さん、そしてサルタに質問を投げると。 いいいうう形でやらせててただければというふうに思っておりますそれからですねあのご案内は今までしていなかったんですけれども今日お二人と事前に打ち合わせをした際に是非ですねそんな形だと皆様と直接ご意見を交わす機会がないねということで終わってからのおまあ 懇親会と称したあの自由に意見交換できる機会というのものをちょっと設けたいかなと思っています。なので9時にですね終わりましたらその後30分ぐらいになるかもしれませんけれどももしあのご関心をお持ちいただける方いらっしゃれば。 そのままズームを切らずにこのまま残していただいてですね、それでえ残っていただいて、その際にはあのぜひ挙手いただいて、その方から直接チャットではなく、私ども3人にあのご意見、ご質問いただくという形でやっていこうかなというふうに思います。それから連絡ばかりでごめんなさい、のこの,おこのおイベントなんですけれども、いつもながらあのビデオの録画を今させていただいてまして、え、ー YouTube にに後ほど編集しししたた上で載せいいいという,ふうに思っておおりますよろしくお願いしますすよろく願今あの何人かあの顔を出してくださっている方いらっしゃいますが特にこれで映るということではないので安心をしてあの出していただければと思いますし今あの ND のスタッフですら顔を隠しちゃった人がいるんですけどできればですねあの皆さん顔を出して聞いていただけると何分話をしていてですね あの顔が反応が全く見えないのに暗闇に向かってしゃべるというのは大変にこうつらいものなもんですから、ぜひあのよ,ろしいあのよろしければ環境の許す方、お気持ちがそちらに向く方はですね顔を見せていただければ大変ありがたく思います。よろしくお願いいたします。では、あの長くなりました。あまずは白井聡さ,さんの方からお話をいただければと思います。白井さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、どうも、皆さん、こんばんは。えー、っとですね。 まあ、あのまず基調報告的なことをそれぞれ、えー、その今日の3人が、えー、やりますよということで、ま,あ、まずは私の方からですね、えー、やらせていただきたいと思いますけれども、えーまあ、なんつってもですねあ、ちょっと今画面共有をさせていただきました。えー <coughs> まあ総裁選自民党の総裁選が終わりまして、えー、新政権発足、えー、今日早速、ですねえっ、ー、と党内、えー、人事、これがあの発表されたわけですけれども、えー、やはりちょっとこれはきちんと分析をあのしておくべきかなということで、私なりの見方っていうのを、えー、示させていただきたいと、まあそういうふうに思っております。で、えー 今回の、ね、総裁選のまあポイントで、まずちょっと総論的なところからこう見ておきたいと思うんですけれども、あのもう本当に今、ですねその日本人全般がこう記憶喪失みたいになっちゃってて、えー、記憶がなんかあの、せいぜい2、3ヶ月ぐらいしか持たないんじゃないかみたいな、1年ぐらい前のことなんかもうすぐ忘れて。 もう、忘却の彼方にあるみたいな、えー、そんなことを感じさせられるんですけれども、ちょっと思い出してみましょうよと。1年前も総裁選やったじゃないですかと。で、なんで総裁選やったんですかと。で、それは安倍さんが辞めたからであると。なんで安倍さん辞めたんですかと。えー、自傷、体調不良ですね。えー、自傷と言いましたけれども、 あのまあ、非常に怪しいわけです。まあ、私はほとんど、あれは詐病の,の類だというふうに思ってますけれども、えー、何す診断書も提示されてませんからね、えー、でわざわざその自分の体調不良というのを世の中に大々的にアピールすることにをその1ヶ月、2ヶ月続けて、えー、やめていったこんなこと本来ありえない話で、えー、政治家、特に最高指導者というのは、 どんな体制でも、えー、体調不良っていうのは、ひた隠しに隠すものです。こんなの、僕は体調不良なんですなんてことをです、ねえー、大っぴらにアピールする政治家なんてこう聞いたことがない。で、えー、診断書、誰も見てません。だから、いわゆるその難病の潰瘍性大腸炎だというのは、客観的な証拠から言えば、ご本人がそう言っているだけだということなんですよね。 で、だから結局じゃあ、やめた理由って何って言ったら、要するにこれはコロナじゃないですか。えー、その、その忖度もしてくれないし、狂犬も通用しないわけですね、ウイルスっていうのは。で、えー、それでもう全然対応がうまくいきませんね。ということでもう嫌になっちゃったと。で、投げ出したと。で、そっから1年、ほぼ1年たって、 同じことが繰り返されているわけなんですよね。結局、菅さんが辞めた理由っていうのも、えー、要はコロナ対策になってねえじゃねえかということで、えー、どん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 支持率が下がっていって、でまあ、横浜市長選でストコミされるっていう、そういう形になって辞めたと。要するに、だから、新型コロナによってですね、2人続けて総理大臣がノックアウトされるっていうことがこの国では起こってんだと。 ここういういとで、すよねで、えー、そして、だからそういう意味ではとても既視感がある光景が展開されたわけなんですが、しかし、えー、昨年の総裁選とやはり、えー、異なる部分というのは出てきた、えー、これは次の際というところでありますけれども、昨年のじゃあ総裁選どうだったでしょうか、どんな展開推移をたどったでしょうかというと、えー、もうほぼ無風状態。 いいですねあっという間にその自民党有力者の間で、えー、談合が成立をして、えー、後継者は菅だということに決まっていって、えー、もうほとんどもうあですね投票するまでもなくっていうような感じで、えー、もう無風で、えー、その決まっていっでそれによって一体、うん、何をそのあの 権力のの側はまあ守ろううとととしたのかというと私はここで体制ってことを使ってますけれども、これは、えー、安倍一強体制って言われたものですよね。あるいはこれはあの政治学者の中野光一氏は2012年体制っていうふうにあの名付けてましたが、あのこれはいいネーミングだと思います。というのは、えー 安倍政2012年って要するにこの第2次安倍政権が成立した年ですよね、総選挙で勝って。で、えー、それがずっと超長期政権として、えー、2020年まで、えー、続きましたよと、こういうことなわけですけれども、あのー、これは何だったんだと、これは要するにもう平成の政治,政治課題っていうものが、結局のところ、完全なる失敗に終わったことのいわば産物である。 どういうことかというと、まあ、平成期というのは、まずは最初、政治改革の必要がすごい叫ばれて、えー、1955年体制、これを打破しなきゃいけない、崩さなきゃいけない、作り変えなきゃいけないということで、えー、政治改革なるものが実行、断行されて、まあ、小選挙区制の柱とする,ととするとものですよね。で、えー、それで、まあ、いわゆる政権交代ができるような、えー、その政治構造にしましょう。 まあ、2009年に民主党政権成立をして、政権交代ができたんで、これでいわばポスト55年体制っていうのは成立したかに見えたのですが、しかし、その後どうなっていったかと、2012年に自民党、安倍自民党が政権を奪還して、そしてその後、えー、政権交代っていうのは、まあ、その現実性がないというか、ほぼ起こるその可能性がないと。 でそうなってくると、えー、安倍さんにとって党該にライバルはいないし、かつこの小選挙区制によって、えー、派閥が形外化をし、その政党の内部での権力の構造というのが変わりましたから、えー、その党執行部に異常に権力が、まあ、集中するような体制。でそれからまあもう一方であの、いわゆる政治主導なるものですね。えー、これがまあ、 あの官僚の人事、上級官僚の人事を掌握するということを中心にしてこれ固まっていきまして、そして、言ってみれば、どんなにヘマをしても、またどんなに不正を働いても、どんなに腐敗していても、決して倒れないような体制というものができちゃった、これが安倍一強体制というふうにメディアが呼んだものですし、2012年体制と呼んでもいいものだ。 思いますであのまあ要するにこれはポスト55年体制っていうのは健全な形ではできなかったねとで安倍一強体制なるものっていうのが結局事実上のデファクトの、えー、ポスト55年体制だよねということがまあだんだんこうはっきりしてきたで、えー、安倍さんが辞めることになった。 で即座にじゃあどういうふうにその有力者たちは動いていったかというと、要するにもうスムースに言うならば、この体制を継続することだと、えー、いうことが図られたというふうに見れば、えー、何が起きたのかということの本質がよく見えるかなと思いますね。で、あの時にポイントだったのは、石破さんですね、石破茂さんが人気はあるのに、党員からの人気は高いのに、3位に叩き落とされた、えー、惨敗させられたと。 要するにこれって石破さんというのはこの2012年体制の中のいわば唯一のこう力のある異物、異分子、えー、反体制派ということで、えー、いわば体制をコントロールする人たちから見れば、最も気に食わないです。だからこいつをひどい目に遭わせてやるということで、速やかに合意ができていっ で、石破さんは3位に叩き落とされて、えー、一番まあ体制を安定して継続してくれそうだ、持続させてくれそうだということで、菅さんが選ばれた。これが昨年の総裁選の大きなでじゃあ今年、今終わったばかりの総裁選はどうだったか。えーまあ、非常によく言われるように、えー、要するに安倍・麻生体制と対、えー、その菅二階体制。 まあこれの,あの対立だと,、えー、というものがあるんだと。で、えー、そのいわゆる体制批判勢力的なあ存在っていうのが、えー、まあ河野さんの河野太郎氏のところへ、えー、集結をするというような構図がこう見えて、えー、そしてまあ対決ということになったわけで、えー、やっぱり大きな違いっていうのは、体制批判勢力っていうのが、まあ、少なくとも可視化はされたという,っていうことですね。えー、ここが えーまあ、大きな異かだと思います。がしかし結果としてどうなったかと、えー。選挙戦の中盤ぐらいまでは河野さんがかなり本命視されてたわけなんですが結果はあ皆さんご承知のとおりこれは惨敗と言っていいでしょうね。というのはあのー、最初の党員・党友票もたくさんある第1回目の投票ではトップを取るだろうということが確実視されていたのに。 1>, えー、1票差で、えー、2位になってしまった、もうこれはもう惨敗と言っていいでしょうね。で、結局、なんでこう惨敗してしまったのか、まあ、それはいろんな要因がありましょうけれども、結局、えー、多分この体制批判勢力の結集点で河野さんがあるはずなのに、えー、どうもそこがそのスタンスっていうのが中途半端だった、えー、自分は保守ですよということを、まあ、非常に強くアピールしてみる。 してえー、ある種安倍さんたちの、えー、警戒心、えー、というものを、ね、解きたいというような意図を見せる、えー、あるいは麻生さんとも何とか、まあ、関係が破綻しないようにというような心遣いをする、えー、その一方で、えー、石破さんの全面支援を受けちゃったと。えー、結局これ何がしたいんねんという感じですよね。結局だから非常に私から見ると戦略がですね、えー、中途半端に見えたで。結局この中途半端さをつくような形で えー、体制側が勝利した。えー、ということが、まあ、今回のまあ結果だったんだな、というふうに総括で、で、そして、ま、そういう形で成り立った、えー、成り立ちつつある岸田 <laughs> 文雄新政権なんですけれども、えー、じゃあこれどうだと。ひどいですね。なかなかこれ想像を上回るひどさです。えー、一言で言えば、 あ陰軒地蔵から昼あンドンへっていうふうに私は、えー、名付けたいなと思ったんですけれども、陰軒なお地蔵さんみたいだったあの菅さんからですね、えーまあ、散々これまで記者さん昼あんど呼ばれされてきましたけれども、えー、これ書こうかなって、ちょっと昼あんってね、えー、あんまり、えー、いい表現じゃありませんから。 書こうかどうか迷ってたんですけれども、今日の人事の党内人事の速報を見て、あもうこれはヒルアンドン確定ということでいいだろうということで、えー、もうヒルアンドンだと。で、さあ、この権力移行ですねまた昨年の総裁選の時と同じようにです、ね、パンケーキだ、パンケーキだーと。 売ったのをですね、今度はお好み焼き屋だと、お好み焼き大好きないい人みたいなキャううンペーンがです、ね、メディアでされるのかどうか、まあ、この辺は後でちょっと金平さんに伺わなきゃいけないなと思いますけれども、えー、そんなような極めて馬鹿らしい権力移行にしかならなかった。で、えー、その内実は、本当に今、公開言われてますように、本当にもうお安倍さんのもう靴を、これまで一生懸命靴の裏をなめてきたわけですけれども、 えー、もうフォーエバーなめ,なめ続けるんだねみたいなものです、ね、もうあの犬のクソかなんか踏んだもう汚い靴底をなめるんだと、えー。でも岸田派の幹部ですらこんなコメントをメディアの前でしちゃったらしいですね、ひどい人事だ、安倍政権そのものだと。<laughs> でさらによりこう あるですね具体的な、もちろんその政治家の人事もそうですけれども、もうすでに安倍で政権で側近を務めたあの今井高也さんとかですね、側近官僚たちがあの岸田周囲に集結してるという、そういう情報も入ってきておりますね。で、いや、はやっていう感じですが、私は思うんですけれども、なんでそこまで今回、岸田さんで、ねえー、こんな。 ちょっとひどすぎるなっていう思うんですけれども、本当だったらもうちょっとできたはずっていうか、というのは、ちょっと自己過小評価してるんじゃないのと,というのは、今回実は総裁の総理総裁の座を岸田さんは結構戦い取ったんですよね。で、普通、えー、権力を自ら動いて、七夕式に権力もらうんじゃなくて、戦い取った形でその頂点についた権力者っていうのは、あのそれなりにやっぱり、 あの強い権力基盤をですね、えー、獲得できるわけで、そういう意味じゃ、今回、岸田さん、戦い取ったんですよね。えー、といいますのはあのー、そもそもこれ総裁選がこんな乱戦になったきっかけはなんであったかって言ったら、えー、岸田さんが二階さんの首を取りに行ったからですよね。明らかに二階外しを要求をして、それで、えー、それに菅さんが答えて、答えざるを得ないって感じになって、二階を外そうとしたものの、 公務員が見つからない。これが結局引き金になって、えー、こういう総裁選になっていったもしこれがなかったらですよ、えー、菅じゃどうしようもないんだけどしかしもう変わる人もいないしこれまでさんざん菅を支え菅を支えてみんな行っちゃったしみたいな感じで無風状態で総裁選になって菅さんが再選されるはずだったわけですでこれをそのシナリオを突き崩したのは岸田さんの二回外しの策というあ,のあれだったわけですよね でそして、じゃあ始まってみたら、今度はど,どうなったかというと、安倍さんが今度は岸田を押すかと思いきや、高市さん持ってきたわけですよね。で、えー、まあこれはいろんな見方があって、まあ、所詮あんなん、宝松候補だとか、あるいはまあ一種のその河野さんをあれするためのあて馬だとか言われましたけれども、あのー、安倍さんのこの高市さんの押し方っていうのは、そういった戦術的、戦略的なもの。 も,うもちろんあったでしょうが、しかしそれ以上のものだったと思いますね、えー、相当の,あのお金を投じておりましたし、えー、むちゃくちゃにこう電話をかけまくったし、動きまくっていた、だから、これ、本気で高市さんを総理にしたかったわけでしょう。 でけれども、最後、最終盤になっても、さすがにやっぱり高市さんじゃちょっともう、党員票も伸びないしっていうことで、安倍さんも最後は諦めざるを得なくなって、まあじゃあ,じゃあね、ね岸田でいいかっていう感じになっていったと。だからそういう意味じゃ、高市さんのものすごい追い上げっていうのを岸田さんは退けだった。でそして、えー、最終的にはその河野さんですよね、えー、これが本命視されてたわけですから、えー、それに勝ったということで。 すごい4人の、まあ、政治家をノックアウトしたという風、えー、にも言えるわけです。で、そう考え、自ら言ってみれば、そのきっかけを作って、その仮にですねこれ結局、河野さんに負けてたらですよ、あの岸田さんって結局、えー、波乱を起こしただけだったねと、波乱を起こしただけで用済みだったねという話になるわけなんですが、最終的に河野さん、下しましたから、言ってみれば自分で試合を作って、自分で、えー、試合に決着つけた。 結構実はだから、えー、ある意味かなりの戦いやったわけなんですよね。で、にもかかわらず、なんじゃこりゃというところが、えー、この人事なわけです。で、結局、こういうだから人事しかできない、安倍の靴を舐め続けるしかないっていうのは、まあ結局、岸田さんっていう人は政治家として、えー、何もやりたいことがない。 いわば核になるものが何にもない空っぽな人だからなのかなっていう気もしてきますけれどもそういうわけだから展望何もないわけなんですね。新十州からの脱着ってことを言ってましたけれども具体案はあ暴漠としております。でそれから何といっても喫緊の方はコロナ対策ですけれどもまあはっきり言って不勉強でお話にならないですね。えー、そのの新しいいを作っってこういったあのー 感染症なんかへの対応をですね、えー、専業にやる官長を作るんだみたいなことを言ってますけれどもあの、今の体制でそれやったって何の意味もない、むしろもっとひどくなるだけの話であって。というのは要するに、今結局、この日本のコロナ対策っていうのを、あのー、根本的に、あのー、歪ませてるのは、まあ、厚生労働省、維新え議官、えーっと いったですすねねやっぱ官僚機構の,あの中核部分ですよ、ね、でここのところがの動きがおかしくってそしてそれに対して政治がきちんとした指導性を発揮できないから安倍さんも菅さんもコロナに敗れたわけですよね。で全然だからまあ党首討論あの総裁選のですね討論候補者討論なんか聞いててもあのこれ岸田さんだけじゃない全員ですけれどもそういったですねあの根本次元でのこれまで何が間違ってたのかっていうことについて分かってる人 一人もいなかったと思います。だからまあ、お話にならない。えー、だからまあ、まあ、コロナ対策は結局特効役待ちでしょうね。早ければ今年の冬に出て、そのインフルエンザのタミフルみたいなのが出てくると言われてますけれども、まあ、これがうまくいくかどうかあ、産んだのにっていうことじゃない、にならざるを得ないといで、 まあこんな形で不毛に終わったあ総裁選ですが、しかしちょっと格論的に見ていけば、ですね、えー、いくつかポイント注目すべきポイントっていうのはあぶり出せるかなと思いますね。えー、まず、ちょっと候補者別見ていき,いきたいと思いますけれども、河野さん、えー、核燃料サイクル見直しを提案しました。でこれはやっ やっぱり非常に重要な提案ですよね。っていうのは、まあこれその知ってる人は知ってる話だけれども、要するに核燃料サイクル計画っていうのは、これやらないっていうのは、日本の原発政策の根幹をその取り払うということになりますから、要するにこれ脱原発になるんですよね。脱原発って言わなくても、脱原事実上の脱原発。で、えー これをまあ河野さんはまあ長年持論なわけですよね。で、ここのところちょっといろいろ隠してたところはありますけれども、やっぱここで出してきた。で、それによって結構顕在化したことがあって、それは何かというと、えー、実はこのお原発政策をぐって、えー、菅 河野そして、小泉進次郎氏、えー、そしてそれに対して、安倍あまりといったいわゆるその体制の中核部分ですね。これの間でこう対立があるんだということがはっきりしてきた、えー。小泉進次郎氏のちょっと振る舞いには、今回一番僕は驚かされましたけれども、要するに、えー、安倍がついてるような陣営は至急派だ。 っていうふうなことを言い切った。今回、えー、最も反安倍的なスタンスっていうのを鮮明に出したわけですね。こんなにこう鮮明に出してくちょっと驚きましたけれども。で、この間、あの環境大臣などを務める間に、えー、これはお父さんの影響もあるんじゃないかと思いますけれども、どうもかなり相当経産省とやり合っている。 えー、カーボンニュートラルの話があるわけですけれども、カーボンニュートラル政策、菅政権打ち出して、それでそこにまあうまいこと乗っかって、ですね経産省はまたロ原発動かそう、また新増設しよう、えー、こういうこと考えてるわけですよね。で、えー、それに対して、えー、そ,のそんなんじゃだめだと言って、舞台裏でですねやってるのがまあ河野であり、小泉だと。 で彼らがまあそういう形でちょっと頑張れたのは、えー、実はそれは後ろで菅さんがあの頑張れと言ってあのやってきていたんだっていう構図がですね実は、えー、あったんだと。うん、で、えー、そう考えると、ですね一方でその安倍さんの方が経産省べったりですから、そして今回幹事長になると言われているまりさん、これも人はもう原発利権の申し子みたいな。 人ですね。こういう形で実は原発をめぐって、えー、いわばこの体制とその反対者たちのあの鋭い対立がここ実は水面下にあったんだと。だからも <laughs> う考えるともう僕はすでにですね、えー、菅政権菅さん菅首相が懐かしい気持ちになってる思い <laughs> ます。岸田政権もうこれは安倍の劣化コピーじゃないか。 まだ菅はあんだけこう、いわば、えー、安倍さんなき安倍政権だと言われたにもかかわらず、それでも一応、まだ菅にはちょっと別の路線出したいんだっていうのが、それでも少しはあった、で、それに対して岸田はもう飲んだの全くゼロ。 もうだからもう、菅さん懐かしいねみたいにこうなってくるよということですね。で、えー、これ本当にやっぱり重要問題でして、えーまあ、河野さんが核年サイクル、えー、もうやめるしかないだろうってたときに、岸田さんがその討論で、えー、いちゃもんつけてるんですが、これひどいんですよね、止められるわけないでしょうみたいな。それで批判したつもりになってんのっていう話なんですけどね。っていうのは、じゃあ止められない、じゃあ、じゃったらやるんだと。じゃあ、どうやってやるのと。 ンはもうポンコツで、えー、締めます、えー、じゃあ、高速増殖炉どうするの、これからと。心臓するんですかっていう話だし、6か所村の再処理施設だって一度としてまともに動いたことがない。だから止められるわけないとか言いながら、じゃあ動かすって言うんだったらどうやって動かすんだなんか岸田はいいアイデア持ってるのか何ももちろんあるわけない。もうウルトラ無責任としか言いようがないですよね。まあ、そういう意味では本当にどうしようもない政権がこれからできていきますね。 そして、えー、安倍さんが一生懸命押した高市さん、えー、これ、まあ、皆さんお気づきかと思いますけれども、もうネット上ですさまじい工作が行われてました。あのまあ、メディア、他の旧来のオールドメディアもそうにもかなり工作したと思いますけれども、あの電通あたりと相当多分、えー、助けてもらって、ですねあのものすごいキャンペーン。 言いましたですよねで、えー、そういったまあかなりこう工作されたその高い調子、えー、と同時にまあボランティアと言いましょうかですねまあああのまあ、ネット上の格好つけ愛国者の皆さんこの人たちがまあ大暴れで、えー、この人たちってあの あれですね、トランプが再選に失敗して大統領選であの再選できなかったときにあの、選挙不正だと言って騒いでた人たちと、まあ、ほぼほぼ被るだろうと思います。でこれ J アノンと言われているらしいですけれども、アメリカの,その Q アノンですね、陰謀論者でトランプの熱狂的支持者。これの日本版。 これの活動がまあいよいよもって相当大騒ぎ、えー、質,的質量ともにです、ね、あの大きくなってきたなと。 でこれはちょっともう過去に類を見ないようなことが起こったと思いますというのは、これまで自民党総裁選手って何度もありましたけれども、それは党の中では激しい、あのー、実弾が飛んだりですね、実弾ってもちろん銃弾じゃなくて緊急ですけれども、えー、実弾攻撃だったりですね、誹謗中傷だったり、怪文書だったり、いろいろあったと思いますけれども、あのー、今回は党外を巻き込んでるんですよね。 あのインターネットを開けると、えー、高い位置を上げて、そして河野を落とすと、もちろんそれは河野さんが一番有力候補だったからなわけであって、すさ、えー、まじいデマ攻撃ですよね、えー、河野太郎は毛沢東バッジをつけていたとかですね、<laughs> えー、その一族で経営している会社が中国と何か中国共産党とすごいコネクションを持っていて、どこのこんといったような、もう、 極めた怪しいですね風文の類っていうのを、えーまあ、流しまくって、えー、これはちょっと過去に例を見ないようなですねあの凄まじいものだったと思いますね。で、あのトランプの Q アノンはあのアメリカの連邦議事堂突入事件っていうのを引き起こして何人も人が死ぬっていうなか、ね、惨事を起こしましたけれども、まあ、日本の公安当局もね、 共産党員が勝手踏切渡ったのを一生懸命取り締まるよりも、あの、j ンをもうちょっと観察した方がいいんじゃないですか、というふうに私は思いますけどね。で、そして次、野田聖子さんにちょっと言いしたいと思いますけれども、まあ、この人はリベラルな姿勢で知られるわけですけれども、あのー、まあ、それを、まあ、かなり今回、あのー、まあ、原発とかともかくとして、まあ、少子化対策、これについては、まあ、かなり強く打ち出してきた。 でえー、これ、本当に、あのー、少子化対策、本当に大事だと思います、私。えー、これ、野党の中でも優先順位が低くて、っていうか国民の結局、優先順位が、心の中で優先順位が低いからそうなんでしょうけれども、えー、これやんないと本当、お話にならないですよって、私は心底思いますけれども、これを一生懸命唱えたけれども、まあ、それでじゃあ、党員票伸びたか、議員票伸びたか、ほぼ伸びないですよね。えー、関心ないんだなと。 日本人を守るんじゃなかったんですかと。えー、でも確かにな、あの、別に少子化しなければ、まあ、どんどん減ってって日本人いなくなるから、そうすれば日本人を守るっていう問題もあの消滅するんで、えー、少子化対策はしなくていいのかと。これが、まあ、今の、あの、自民党の人たちの考えることだし、まあ、日本人全体としてそんな感じなんですね、という、まあ、その悲惨さがね、野田聖子さんのまあ苦戦を通じてまあ見えたかなと。 でまあ、あとぜ、まあ、先ほども言いましたが、全員、新型コロナについてはもう全くだめとお。だから、この秋、だめでしょうね、えー。もう本当に、やっぱりワクチンだけで防げないって分かってますから、またゾロ医療崩壊っていうです、ねえー、可能性がまあ高いだろうと。白井さん、すみません。ちょっとがんが押しており、はいああまあ、ます、ねはい。もう最後はじゃあ、あの簡単に。えー、総選挙へ向けて岸田政権の岸田強化、これ、野党の側からも これ、野党の側から見ると、ですね相手の厄介さっていうのは、ですね、えー、河野さんが出てくると、うわ、変わるって感じになって、最悪だと言ったわけですよね。で、菅さんだったら, <laughs> ったらよかったのにっていう、こはもちろん本音で、岸田さんとはその中間って感じなんですね。で、これでまあ、しかし、それにしても岸田新政権はかなりひどいので、えー、野党が勝つ率は高まったでしょう。で えー、だけどもちろん対象できるわけでもなさそうだ。だけれども、まあ、大負けするようなことはないんで、多分そうすると枝野さんの首はつながりますね。だから、このことがいいことなのだから次の選挙で枝野立憲が勝つことが、いいそんなに勝つことがいいことなのか、悪いことなのか、まあ、言い換えれば岸田政権ができたってことが、野党にとっていいことなのか、悪いことなのか、<laughs> とても微妙なことだと思います。 というのは、あのー、次の選挙で大敗すればね、もう枝野さん、責任取らざるを得ないよっていう話になったんだけれども、これでまあそういうことにはならないだろうなっていうことになってきましたんで、まあ、僕ははっきり言って、枝野さんがあの天下を取るっていうのが全然あの想像できないので、まあ、中長期的に見て、だから、 岸田政権になったことがいいのか悪いのか、野党にとっていいのか悪いのか、でそこまでまあちょっと枝ダさんに対しては、私、めちゃくちゃ厳しいことを言いましたけれども、それはなぜかっていうと、もう相変わらずごたついてるからなんですよね。つい最近、なんか小沢一郎さんに,にこう選挙のですね、えー、いわば差配を、えー、手伝ってもらうというようなことを平野お幹事長が言って、それで、そしたら枝野氏は、そんなこと聞いてないぞっていうことを うんうんといった報道出ましたけれどもこれ読売新聞の報道なんでアンチ野党のプロパガンダかなっていう面もなきにしもあらずだけれどもまあ私が思うにこれまで得てる情報からすると多分この情報道にはそれなりの真実っていうのがあると思いますでいまだにそんなことやってんの言ってんのやってんのと、まあ、正直あきらはてる話ですそういう中で一方でその野党共闘の方はまあようやっとこう合意っていうのがあの、うん ききてきてもちろん、効果ポジティブな要素っていうのはあるんで、えー、これをベースにしてですね、どこまで頑張れるのかなと、まあ、そういう今、あの状況だっていうのが私の見方であります。はい、ちょっと長くなってすいません、私からとりあえず以上です。 はいいありがとうございましたあの今日は本の出版記念なので本の宣伝をどんどんしていかなきゃいけないんですけどこの本なんですね「ハ金ザル2」ということでこの本でもあの各人4章に分かれてて各人がさあの1章は白井さんと2章はサルタとかいう感じであの過去の、まあ、重要論点を私の場合は外交ですけども白井さんには政治を語っていただいていてまず、あ、これあの今たった15分20分の間にお話しいただいたことあの第1章で白井さん丁寧に、まあ、残念ながらあのおとといの総裁 春興もちろん反映がされているわけではないんですけれども、細かく書いてくださってますのでぜひお読みいただければというふうに思います。で、えー、次はあの金平さんにお話を伺いたいというふうに思っています。あの金平さんはあのこの中ではコロナの中ので露呈した日本の問題というところでお話をいただいたんですけど、今日はですね、まあ、その昨日一昨日のその総裁選の話も含めて、まあ、メディアの問題についてを特に集中してお話を皆さんに差し上げたいということでおっしゃってます。あのぜひよろしくお願いいたします。 えっと,、はいえー、と聞こえます、はいません今もう、えー、と白井さんのお話を聞いててもこれで、えー、ぜ全部いいなっていうあのう網羅的に <laughs> 網羅的にお話をいただいたんであのいいかなっていうふうに思いながら今、えー、いやあのね <laughs> えっととてもきちんと見ておられて、えー、あのあれなんですが私はあの この実は総裁選というのをメディアが大騒ぎして、特にテレビですよね、テレビが大騒ぎして、この1か月間、何だったんだみたいなえことをあの考えながら、実際取材しているにも関わらずですよ、一体これ、国民にとってこの総裁選って何なんだみたいな気持ちをずっと持ち続けてたんですよ。で、これはオリンピックと同じです。 テレビはオリンピック延々とやってたけど全くそれに対してあの、まあ、同調できないというか興味持てないみたいな、えー、ことがあったのと同じようにアスリートの人は一生懸命やってたんだと思いますが熱狂できないのと同じようにこの目の前で展開されてる見せ物というんですか、えー、そういうものに全くこう興味が持てないという感じでこれ実は、まあ、これフライングなんだけど明日の毎日新聞に出る私の記事ですけどね。 あのこ中身あんまり言っちゃうとフライングになっちゃうんで、あの明日た勇敢に出ますけども、まあ、この話をあの、えー、メディアのことを私、この総裁選をメディアに関わってる人間の一人として見た場合は、どういうことを感じたかみたいなことを書いたんですけど、まあ、この1ヶ月のテレビはめちゃくちゃだったですよ。で、その前も1ヶ月もまあオリンピックでめちゃくちゃだったですよ。で、これはつまり、この国のメディアって誰のもんなんだみたいなね。 で誰に操られてるんだろう、誰のためが、誰がスポンサーになってるんだろうみたいなぐらいのことを考えながらやってたんですが、さっきあの白井さんがとてもきちんと整理されたように、これ、よくよく考えてみたら、きっかけっていうのは、1年前に長期政権だった安倍晋三という人が政権を掘り出したっていうね、差病とまでは言いませんけど、今、すごい元気ですから、病気を理由に掘り出した背景っていうのは、さっきサルトさんが言ったように、コロナ、何やってもうまくいかないみたいな。 で彼ってあの第一次安倍政権の時と同じようにですね放り出し癖があるんですよね僕嫌だみたいなすぐ掘り投げちゃうみたいなとってもあの育ちがおよろしいんだと思いますが嫌だっていうとすぐ投げ出しちゃうみたいなであのそういう癖があってでそれであの当時の女房役だった官房長官だった菅井さんが、えー、なんか急遽 それを引き継ぐみたいで、その時は安倍政治の継承って言ってたじゃないですか。ね、それで一応選挙をやって、えー、新総裁になってですよ。えー、で、しかもそのあと首相ってなって本人は色気が出てま,たまだあこの1年の任期が切れた時にまだ俺はやるんだみたいなことをやってた時に、えー、そんなことにはできないんだっていうことをさすがに、えー、党内の派閥力学とかですねそういうものを見据えてできないということを悟って。 またた今度放り出したわけじゃないですか、えー、菅さんという人が、えー、その放り出したものを受け継いだ人と同じことをその放り出した人を同じようなことでまあ理由は違うかもしれませんけども放り出したというでそこに国民というものは全然こういないという国民不在の政権 あの放り出し劇みたいなものを2台続けて、で今度またそれを、えー、帰化として、ですね、えー、自民党の中の総裁選っていうふうになったんですけど、あのそういうことをやるときに、なんでこれいうことが起きたんだみたいな、つまりこの人が放り出した理由はなんだみたいなことの総括みたいな、それから安倍,せ安倍さんが放り出したときもそうですけど、安倍政治の検証みたいなものっていう、なんでこんなことになったんだみたいな検証っていうのがを踏まえて初めて、 次はだどうしようって話になるにもかかわらず僕らメディアっていうのは次は誰だ次は誰だみたいな形で前にあったこともだって菅さんんのやったことなななか今誰も検証していいじゃないですか、えー、僕らがあの僕が個人的に関わってる「冒頭特集」という番組はいまだにオリンピックの検証とかね、えー、それからもうみんなが忘れてるような森友とかそういうのをこだわってやってますけども世の中の人っていうのはもう過去はもういいんだみたいな。 えー、出来事に接するときに、今のこととこれからのことでもう精一杯になってて、過去のことなんか自分たち興味持てないよみたいな形で、まあ、はっきり言うと、健忘症になるわけですよね、健忘症の方が楽だからあの、昔のことをもう覚えていたくないみたいな形で,で、それはそういう国民性とメディアっていうのは、とってもあの共犯関係にあると思いますね。 だからあのこういうことがあると必ずメディアって悪者なんですけど、一体この総裁選のバカ騒ぎは何だみたいな、確かにバカ騒ぎですよ、だけど、その過去のことを忘れようというような動きっていうのは、国民とか有権者の側にも多分あるんだろうなっていうふうに、僕は実は厳しく見てます。えー、このためにして、このメディアっていうところもあるんじゃないかみたいなね。で、えー、それをまあ明日の,この新聞に書いたんですけど、さっき、ル田さんが言ってた、あのこの本。 えー、でこれ8月に出た8月の末に出たばっかりですけどこの本のねえっと、えー、さっきパラパラ何話してたっけなみたいなことを見て、えー、ここのね216ページっていうところがあってそこを見てたらねもうひどいこと言ってるんですよ私次の政局を見据え日本の権力構造を変えるためにっていう見出しの章があるんですけどね。 そこで私、こういうことを言ってるんですよ。今の菅政権は安倍政権の残りかすみたいなものですから、一刻も早く終わらせなければいけないというのは、この3人の共通認識ですよね。<laughs> 行政能力的にも目指す方向についても、変わるべきものがあるのなら、すぐにでも変わってほしいのですが、じゃあ次は来たるべき新しい政府というのは、何を目指し、どのように選ばれるべきかという話になると思いますということで、3人共通理解を持ってるんですよ。まあ、一刻も早くこんなひどい政権は終わってほしいみたいな。 いうようなことを言いながらこういう本を作ってたっていう経過があるんででそれが実は今回なったわけですけれどもなったけれどもその,おあのつまり、えー、コップの中の嵐っていうかつまり国民が倒したんじゃなくて今回もですよ倒したんじゃなくて自民党という与党の中のコップの中の嵐がまるで、えー、民主的な手続きであるかのように、えー、これがどんどん進行していってそれが メディアがですね、えーまあ、劇場型政治というふうなのかあるいは政治を劇場化してるのかわからないですけれどもそういう形でこの1ヶ月まあとにかくこの見せ物を報じまくったわけですよ。でそこにはあの僕はあの見せ物を報じる時の、えーまあ、ルールっていうのは、まあ、テレビの本来の役割っていうのはあると思うんですけども見せ物の登場人物たちと一緒になってメディアが踊るのがいいのか。 あるいはその見せ物の正体っていうのを有権者の立場に立ってチェックするっていうか監視するっていうことが本来のジャーナリズムの機能じゃないかっていうふうに思ってたんですけど残念ながらテ今のテレビそれから新聞はそうではなかったかもしれないですけどいかんせん影響力がどんどん下がっていって僕はあの8月何日だったかな29日かなんかの毎日新聞の長官が実はあの 菅あ首相当時のあ、今も菅首相だな、菅首相が解散・総選挙をね、えーあの、画策してるっていうのを一面トップで打ったんですよね、あれは実はあの非常にこの流れということを決定づけるっていう意味で意味があった報道だと思いましたですけれども、まあ、しかしそう,そうは言ってもやっぱり全体にその政治部報道っていうのは、この見せ物を盛り上げる方向に行って、 えー、ボスザローが誰になるかその力関係の分析とか、えー、とそれそのさっき、えー、非常に白井さんも詳細な分析をされてましたですけど一般の有権者って何て言うんですかねあの、まあ、競馬の勝ち馬予想の域をやっぱり出ていないというかね、えー、あのそういう意味で言うとあやっぱりあの人がなったんだとかあこれは番狂わせだったみたいな形で言うと、えー、本来あの きちんとした成人式みたいなものに裏付けられてそれを見てるっていうんじゃなくて誰が勝つか誰が負けるかまあはっきり言うとですよプロレス見てるようなもんですよね、えー、で誰がそのボスになるんだみたいなことを見てて、まあ、自分たちの生活とか暮らしとかさっき言ってたこの喫緊の課題としてのコロナ対策とか、えー、それから貧困対策とか、えー、そういうものと全くかけ離れたところで、えー、勝ち負けを見ていたみたいな形になってたっていうのは本当に 情けないことで、僕はジャーナリズムのあ端っこで生きてる人間として言うとですね、えー、本当申し訳ないという気持ちで、実はいっぱいですね。で、えっと、これ僕ね、画面の共有っていうのやり方知らないんで、えっと、さっき聞いてたんですけど、えー、これできるのかなできてます、できてます。できてます、できてます。ますああ、これさっき言った、あのこれはまあやっちゃいけない。あの これはダメなんだ <laughs> 早く消さないとこれはさっき言ったあの明日の,あ,のあれですけれどもあのまあ国民と国民不在の見せ物で候補者と一緒に踊った報道だっていうふうに僕はあのそう書いたんですけどもねあの今も実はそういう気持ちがありますねで、えー、もう一つ言うとさっきの、うん、えっ、ー、とこの間の これ実はあの普通の日にですね NHK を僕見てたら高市、えー、前総務大臣が立候補を表明したっていうのを NHK がこう急にあの特別番組やりだしたんですよで。僕びっくりしちゃってねえっと思ってこんなもん特番やるのかと思ったらこう,こう準備周到に、えーあのえー、サナエノミックスとかっていうスーパーまできちんと用意されててねで、えー、これこういうふうに。 なっててですね僕あらーと思ってこんなつまり一高等の一政治家が候補になったものっていうのはこんな風にニュース速報ベースでやるものかと思ったらこうやって、えー、まあ要するに政治部記者が出てきて延々とこう解説してるのを見ててねこれ一体どうなってるんだっていう思いが実は僕はしましたですね。 えー、当日、総裁選の最中僕、行ったんですけど、これ、実はね、動画もあるんですけど、これ、ちょっと見せられないんで、あの後で皆さん見てください、岸田文雄さんの、えー、公式ホームページ見たら、あのこ,このね、岸田文雄新,生新総裁誕生へっていう、2分5秒のよくできたビデオクリップがあるんですよ。で、これ僕、僕、えー、これをね、これ、あの出陣式の会場なんですよ、えー、当時のあ、当日の、あの、 ホテルグランドニュータカナーかグランドプリンスニュータカナーの、えー、大広間は撮ってたんですけど出陣式会場午前11時に僕行ったんですけどここに中央のスクリーンにこのビデオが流れててですねこのビデオがよくできてるんですよ。岸田は終わったっていうところから入ってねで岸田は動いたってなっていろんなところに聞の人の間に入って聞き回ってそれから岸田は変わったっていうふうになっててで奥さんとか出てくるんですよ。 で、息子さんとかが、なんか、これ、パパやるんじゃないかみたいな形になって、最後は、岸田と一緒に作ろう、新しい日本へっていうふうになってるんですよ。で、僕、目見てて、で、そこで、あの、電通の、電通じゃないな、あの、広告代理店の人が来て、台本通りで、ここで、あの、運動員が拍手をしたりなんなりっていう、リハーサルを何度もやってました。午前11時ですよ。で、僕、これ見てて、あこれもう、ダメだなと思いましたよ。えー、当日 えなんかこれあのホテルのところですけども密密密で僕もその中の1人だったんですけどもものすごい数の人がこれなんかねあのまあ僕なんかこういうの見てるとハリウッドかなんかのアカデミー賞の会場で赤じゅうでこういろんな人見るじゃないですかそういう感じですよもうこれ劇場みたいになっててここはもう完全にそういう劇場の一つになっててえーえーこれはあの 投票した高市候補があの安倍、最前列に座ってる安倍候補ですね、これ、安倍前首相のところを見て、えー、お辞儀する直前の映像ですけども、こういうのがこうずっと、えー、自民党の公式チャンネルで生配信されてました、生中継されてましたね。で、僕見てて、ああ、こういうふうになってんだみたいに思いながら、これ当日の。 投票場の会場ですけれどもね、これも、えー、全面的に公開されて、僕見てましたけど、まあ、壮大な見せ物ですよ、セレモニーですよ、えー、ものすごい数、で、テレビでも、で、それをあ見ててで、これ、あのー、チャットですね、えー、当日の自民党の公式のチャンネルのチャットだったんですけど、チャット欄っていうのは全部高市さんですよ。もう あのラブマークあハートマークがついて高市さん高市さん高市さんミッチョン高市さん高市すごいですこの,このつまりあのネット空間での高市人気さっきあの J アノンって言ってましたですけど僕はねこれ本当恐ろしいもん感じましたねこれずっとあの、えー、生中継してる間ずっとこのチャットが流れ続けてたんですよでこれね バカにできないというかあの陰謀論とかそういうもので片付けられないようなある種の、えー、自民党の若手とか若手の支持者の中に広がってる大きな動きの一つだというふうに僕は見てとても怖いなというふうに思って見てました、えー、これはあの開票の結果こういうことになったという得票の結果ももういちいち劇場ですよねこんなの,あの昔の総選挙だとこんなことやらないですけど、まあ、見える化っていうんですか えー、この残酷な票の見え方みたいなものをむしろ晒して自分たちは公明盛大に民主的にボスを選んでるんだみたいなことを、まあ、こうやってアピールするというようなねやり方をこしてたわけです僕はそのマスコミの一員としてこれずっと見ててですね最後はもうこういうふうに、えー、候補者たちが大同団結してですね、えー、あのつまり党は一つだとノーサイドだワンサイドノーサイドでこれからはもう何もなしよみたいな形で。 終わっていくっていうのを見ててですね、ああ、こういう風になっていくんだなっていうふうにで、僕はその後、えー、ホテルで取材してまし、これは歯医者の弁ですね、えーえー、これはあの河野さんですけど、ものすごい無然とした表情だったんですよ、無然として不機嫌で、あの僕ら、質問しましたけどね、もうなんか、乾杯だったんで、まあ、やっぱ本人はプライド傷ついたんでしょうね、ものすごいショック受けてましたね。 えー、まともな答えをしてくれなかったぐらいに偶然としてて、えー、やっぱ本人がで今回あの自民党の広報部長でしたっけ、えー、まあ,あの、格下げ人事って言われてますけども、あそういうことになったというふうに言われてましたですね。僕はそれ見てました。えー これはあの自民党の党総裁人あの記者会見ですね、最初、これも各メディアは、これ夕方の時間6時からだったんです全部が生中継して、えー、テレビ局でこれやってなかったところ、一つもなかったですよ。えー、で、えーまあ、翌日、僕、朝日新聞と東京新聞見てたんですけど、まあ、あの読売新聞も,もちろん見ました、産経も見ましたけど、えー、東京だけがこの安倍・菅政治の、 継続選択っていうようよなことをはっきり書いてた、まあ、ここだけだったですね。こういうふうなことをはっきり書いてたのは。あとは、やっぱりぼかしたような形で断定形で書いてるところはないみたいな形でね、えー、やってるのを見てて、僕は本当に、ああ、情けないことになったなっていうふうに思ったのが、実は正直なところだったですね。あのー、僕はあのー えと政治部記者っていうのはやったことはあのないんですけれどもアメリカとかワシントンとかニューヨークにいてそのい,ろんなあのいろんな国の政治選挙とかそういうものを見て特にアメリカの大統領選挙なんかも実はさっきからこう見せ物って言ってましたですけどもアメリカの大統領選挙なんかも実はショーです徹底的にショーですよ。見せ物にしてて盛り上げて 党大会なんて言ったらもう本当に鳴り物入りで株音伎音ありでいかに盛り上げてでしかもテレビにアピールするかみたいなでテレビ CM なんての向こうは出し放題ですからお金のある人が勝つみたいな形になってて、えー、そういうようなのを見てきた時に日本も実はメディアの役割っていうのはそういう意味で言うとものすごく強まってるんだけどもまだアメリカの場合は大統領選挙なんかを報じる場合にですねやっぱり 有権者の立場に立って争点みたいなことを徹底的に検証するみたいな視点っていうのはやっぱりまだ残ってますよ。ところが日本の場合なんでこんなになっちゃったんだみたいなねある種こうあの一緒に踊ろうみたいな、えー、見せ物の主人公出演者たちと一緒に踊ろうみたいになってるっていうでそれはあのものすごく危険な兆候だし、えー、こういう状況っていうのをほっとくとですね僕は 大変なななこととににるんじゃいいいかううふうに思いました、えー、とそれをまあ推し進めた要因というのが一つ、まあ、つまりさっきのオンラインネット空間のこれだけのこう影響力の増大ということというのはリアルな形での集会とかそういうものができなくなったみたいな形でバーチャルなところが力を持ったみたいなところというのは確かにありますですね。えー、それからあのネット社会ああの コロナの影響でこうリ,あのリアルなことができなくなったっていうことについてのマイナス効果みたいなものがものすごくあってですね、こういうふうに僕らも今今日あのオンラインでやってますけれども、実はあのこういうのっていうのは、まあ、よそ行きのプレゼンテーション大会になっちゃうというかね、お互いに横にいてあの掴み合うとか、罵り合うとか。 それから相手がどんな反応をしているかみたいなことを間合いを取って話し合うみたいな、贅沢なコミュニケーション、それが今、贅沢な形になっちゃいましたけど、こういうふうにまああの弁論大会になっちゃうようなコミュニケーションというのは、僕はあのえとてもあの良くないというか、民主主義の健全な発達というようなことを考えた場合には、とても良くないなというふうに僕は思っていますね。僕は一応ここで止めておきますね。はいどうも はい、ありがとうございます。あの共有をおしまいにしていただいてもよろしいですか。はい。ありがとうございます。あの皆さんから質問が少しずつ寄せていただいているんですけれども、あのまだそんなにたくさんいただいているわけではないので、えー、もしよろしければチャットの方に書き込む形で、えー、質問お寄せをいただければというふうに思っています。 えー、私がお話をさせてい,くいただく番なんですが、あのーまあ、私は新外交イニシアチブという外交問題を取り扱う団体の代表しているものですからき、まあ、今日外交の問題について一応持って、パワーポイントのスライドも持ってきたんですけれども、まあ、今のお話に続く形ですとです、ねあのーまあ、なぜ、まあ、そういったメディアを日本の国民は喜ぶのかと。 そしてまあなぜ、いろいろ激しいこう意見を言っているようだけれども、細かく見てみるとあんまり違わないじゃないかというような総裁選があり、その陰にですねそのコロナの問題で仕事を失ったりですとか、シングルマザーで頑張って仕事をしているのに、お金が仕事していても十分に生活できるだけ稼ぐことができなくて、大変つらい思いをしたりという人がいるのにもかかわらず、 そういう,こう実際がですね、全然なぜ繁栄を生前されていかないのかとかですね、まあ、ちょっとそっちの方に、ちょっと今日の話をシフトしたいかなというふうに思っています。というのも、まあ、あの私いつも、まあ、ここに今日参加してくださっている方も、新外交イニシアチブ、前も参加したことあるよっていう方が、まあ、あの半分ぐらいはいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、いつも外交の問題をやっていてですね、まあ、今の私の目下の課題はどうやって日本を戦争にし,し,ないでしないことができるのかというところに。 あって日米中の対立の中でその台湾のお、まあ、有事みたいなことが騒がれ始めて、まあ、日本がそこに加勢をするみたいな戦争になるんじゃないか、まあ、そこを止めなきゃいけないというのが、まあ、私の一番の,の関心事項いつもそのことばっかり考えてそのためにはどういうふうに動いたらいいかとかどういうふうな政治家に話しかけたらいいかとか考えてるんですけれど、まあ、本当にこの八犬山の本を作る機会というのはです、ねまあ、今回2回目なんですがあ、まあ、ちょっと外交を離れてです、ね、社会を広く見るいい機会をて

まあどうやったらこのお、まあ、政治を変えていけるのか、どうやってこの無関心層を関心を持たせられるのかとか、ですね、えーそのまあ、投票率をどうやったら上げられるのかとか、ですね、えー、なかなか日本ではデモをやっても全然集まらないと、他の国ではあっという間に何万人も集まるのにと、まあ、いう話になって、まあ、でも草の根で頑張っていかなきゃいけないですよねというようなことで、3人で意識をこう改めて確認し合って、まあ、終わるということが多いんですけど。 まあそういう機会ってのは、私自身はまあ昔から、それはもう中学校の頃から悩みで、なんで日本人ってのは政治の話ができないんだろうとかですね、なんで、そもそもその中学校とか高校でクラスの友達と政治の話をするなんてことはまほとんどなかったですし、あえてまあ話せる仲間が見つかれば話をするわけだけれども,も、なかなか普通のクラスメートと何でも話せるみたいなことにはならない。 えー、その辺も,もう中学頃の日記を見るともそこのフラストレーションで溢れた日記を書いてるような子供だったんですがまあそれを おまあ、あのでも、まあ、自分のお道は外交だということで見つけて、まあ、いろいろ書いたりなんだりしてって、まあ勝手に自己満足している自分もいることに気が付くんですけれどもやっぱりまあ戻るとですねいくら素晴らしいものを、まあ、私に限らず誰かが提言をしてくれてもですねそれがあ一般の方にいい全然響かなかったりいいもうすでに、まあ、今日ここで参加してくださっている方も、まあ、白井さん、金平さんのファンであれば大体考え方っていうのは白井さんや金平さんの考え方に共感している人が多くてですね、まあ、確認し合って また去っていくってていいくうところなんですけど問題はそこで確認し合う場にもいないですね、まあ、あのこういうところに参加しようと思わない、まあ、一般の方なわけじゃないですか。まあ、そこにどういうふうに、まあ、あの私たちみたいな価値観を持っている価値観を、まあ、参考までにまずお届けして、えー、その後にはあ岸田さんじゃないけど納得感のある説明をして、ですね、まあ、納得感があるって納得してないの納得感ってどうかと思うんですけど、岸田さんのホームページの1番目のほうに書いてあるんですけどね、あちゃんとご説明をしてで、議論をして、で 賛成してもらって、えー、じゃあ次投票に行って1票そっちに入れようかというふうになってもらってもその過程がすごく大事なんですけれども、まあ、そこをまあ普段忙しすぎてあんまりあの議論ができてな,かできてないし、まあ、自分の持ち,持ち場で頑張ろうと思うんですけれど、まあ、そこをまあいつも白井さん金平さんと議論させていただくたびにやっぱりまずそこも本当に外交外交もとっても大事だけれどもお、まあ、普段まあ あまり政治のことを考えない人とか、あまあ選挙があってもいかない人とか、そういう方々とはどういうふうにつながっていくといいのかなっていうの、の、まあ、そんなことを毎回考えてです、ね、最近は結構あのそれで新聞に投資をしたりとか、投書でも寄稿させてもらったりとかっていうことをしてて、ちょっとそれを始めてながらまとめてみました。で、まあ、あの初心者なので、専門家の方もいらっしゃると思うので、でもぜひ、えー、またこんないい本があるよとか、紹介していただければと思うんですけれども。 そういうふうにです、ね、私が思うようになったきっかけっていうのは、まあ、もう昔からそう思っているんですけれども改めて最近すごく思うのはです、ねえー、私の子どもが、まあ、小学生と、まあ、保,育園保育園児なんですねで私保育園とか小学校の PTA とかあのそれから保護者会お父さんとお母さんの父母会っていうのはすごい大事な機会だというふうに思っていてというのも私なんて新外交イニシアチブでいつも沖縄の基地反対っていう話をもう 昨日沖縄でひどい発言あったよね、な何とかさんのとか、やっぱりあれめげずに座り込み頑張ろうよとか、そんな話できる人としか一緒にいないわけですよ。周りの弁護士も本当だねとか、憲法改正なんて許しちゃいけないから、岸田政権でも頑張ろうとか、そんな話ばっかりできる人しかいないんですけれども、やっぱり。 それは社会の全く異例な姿であって、こう普通の社会というのは政治の話はしないという中学、高校よりももっと避けるような空間で、まあ、でもです、ね、その保護者会で、まあ、例えばです、ね、私の保育園の、まあ、保護保育園の父母会をやっているんですけれども、まあ、コロナの中でいろいろ問題って出てきて、何か議論しなくちゃいけないことって出てくるんですよ。何か議論しないことがしなきゃいけないことが出てきた。でそれについて、父母会にです、ね、誰かが提案をする。 例えばですね、あの全部う学芸会とか中止になるか、無観客で誰も見なない学芸会になりますで私のお子供のクラスでも学芸会、まあ、クラスごとなんだけど、無観客になりました。無観客の学芸会っていうのは、学芸会なんだろうかって話ですよ、誰も見ないんですよ、だって。 誰も見ない学芸会子供にとってそれは練習と何が違うのかって話なわけですそれで、えー、あるお父さんはですねじゃあ無観客の学芸会なんてやっぱりかわいそうだし、えー、特に卒園を間際にした年、ね、長さんの親御さんは本当にもう毎年涙涙で成長を祝う,祝う会だし先生たちも頑張ってるしということでビデオを撮りましょうということを言ったんですよねでビデオを撮るようにあの園長先生に提案しましょうっていうふうに言ったんですよ でそしたら他のお母さんお父さんたちもいいねなんていう人も何人かいてじゃあみんなで提案しようみたいなことがクラスの父母の今、まあ、LINE でやるので LINE であったんですけど途中からですねいやでもねコロナでねこんなに負担を縁が抱えて先生方毎日ドアとか一生懸命拭いてるのにそんな提案をしてもっと迷惑をかけることはしてはいけないっていう意見がねだんだん増えてきたんですよ。 で最後はねえ、そこで紛糾しちゃったものだから、LINE で、議論を引き取りますって言って、その、まあ、くじ引きで当たったというか、まあ、毎年誰かがやらなきゃいけない会長がですね、クラスの役員がですね、僕に対して引き取るのもう議論をやめてくださいって、議論終わっちゃったんです、もうあっという間に1日か2日で。もうびっくりして、いやいやいや、それは別にいろんな意見があったっていいけど、議論そこで止めるってどういうことよと。 思って結局、で引き取ったはいいけど、別に引き取ったままで別に何かなるわけじゃないので,で、その提案をして、いや、やっぱ子供かわいそうだし、ビデオ撮ろうよと、僕撮りに行ってもいいよって言ってるお父さんたちとまあうちの家族でですね、先生に私と夫婦でですね、話をして、ビデオを撮りに行って、当日はあの誰もいない無感覚で子どもたち頑張ってましたよ、ビデオを撮ってですね、皆さん、お父さん、お母さんに渡したら本当に喜んでくれたし、何よりも子どもたちが。 練習なわけじゃなもういない会場でやってるわけだから、も先生たちが、ほら、ビデオがある、ビデオ、頑張って、ほら、ビデオでお父さんとお母さん、後で見るんだから頑張るんだよって、もう何十回も、それしか言わないでしょ、先生たちも。これ、ビデオなかったらどうなってたんだろう、この学芸会っていう感じなんですけど、そこはまあ、長いストーリーだったんですけど、そこで私が本当に思ったのは、このね、たかがビデオを学芸会に入れるっていう議論ができない、この保護者会ってなんなのと。 でそれをまあ負担と思うかもしれない、確かに1人大人がビデオを撮るために私が入りますから、私じゃなくていいんだけれども、1人感染源が増えるかもしれない。でも、おじゃあ,あ,、まあ場所の問題もあるんですけど、外から撮れるような場所でもあるんですよ、外から覗いて撮れるようにすりゃいいじゃないかとかですね、なんだってやれるし、まあ、その利益考慮というものを議論して、いや、それでもやっぱ大事じゃないかって、いや、私は学芸会、の意見で初めてだから、どんなものか分からないか、どんなものか教えてくださいとか、議論すればいいんですけれども、もう。 もうだかね負担論もう上からそういうふうに決まったんだからこれ以上決,まら決められたことに文句を言って先生方は保育園を困らせてはいけない。 でもあのまあ、それだけじゃなくて、その後もずっと議論がいろいろある中で、毎回出てくるのは、みんなでニコニコ保育園生活を送れればいいじゃないですか。サルタさん、そんなこと言わないでくださいよって。いや、私がニコニコするためには、こういう議論ができないとニコニコになれないんですけどって、私は思うんですけれども、まあ、そういう方が、いや、本当にそういう角とか立てる、まあ、そんな言い方しませんよ。でも、いや、やっぱニコニコで子供と笑顔で過ごす,どうするのが頑張ってるのが一番いいんですよって。家で手洗いとか頑張りましょうよとか、そういう感じなんですよね。でも、なんかこれも本当に、まあ、でもこれって、まあ、 なんていうか平均的なもうランダムに集められた、ね、その日本社会の縮図で自分が選択して選んでしまった場所っていうのは法律事務所、私、弁護士ですから、法律事務所であったり、新外交イニシアチブというやたらと意識高い系の人しか集まってないコミュニティになっちゃってるので、えー、多分自民党に入れてる人が1人もいないよみたいなコミュニティにも属しちゃってますからあ、そこで一般ランダムに公立の保育園で集められたお母さん、お父さんの空間っていうのは本当に勉強になるんです。でその一言を言をうことでその波がが立立つ、あ角が立つ角 どうやって学芸会にビデオを持っていくかということを提案するために一言誰かに声をかけそれを先生に持っていくまでのこうクラスでまとめていくかみたいなまあもう本当にイライラしてた中学校や高校の時のクラスと同じなんですけどもおまあ非常に勉強になっていてですねでここで物を申すこと一言言うということが私の民主主義に対する一石を投じていることなんじゃないかなと一応思ってですねそのこうやって皆さんの前でたくさんの方の前でお話をさせていただくというのもとても意義あることだと思ってですね ね、yeah. えー、意義あることだと思ってやらせてはい,るいただいているもののそして意義もあるんだと信じてますけどおまあもうここに参加をしていただいてるってことで多分あのこのデビデオを切った後にまたご自身でなんか会員通信とか言ってなんか他の問題について作ったりとかされてる方も <laughs> たくさんいらっしゃるんだと思うのでやっぱりその一般の方そういうことを全く考えない方にどうやってアクセスしたらいいのかなっていうのがすごく大事なんだろうというふうに思っているんですそれでまあちょっと関心を持ったので、まあ、いくつかを調べてみたんですけどここでちょっと共有をさせて。 さていただこうと思うんですが、えっと見えてますでしょうか。見えてます？金平さん見えてます？えっとちゃんとね、ほら外交のこともレジュメ作ったんですよ。でもちょっと外交はやめときますね。<laughs> えー、これはね、18歳の意識調査とかいうやつで、えー、これ私時々講演で使うで知ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まああのー、まあ、18歳世界のあ9カ国の18歳33えっ、ー、と1000人に聞きましたとかいう世論調査なんですね。 で、えー、どういうふうに書いてあるかと。自分は大人だと思うか日本だけめちゃくちゃ低い。自分は社会が社会自分は責任がある社会の一員だと思うかめちゃくちゃ低い。半分ぐらいしかない、えー。将来の夢を持っている。日本だけ何だか持っている人がなんか少ない、えー。自分で国や社会を変えられると思うかやっぱり日本が断トツに少ないで。自分の国に解決したい社会議題がある。どうも社会議題もなんか一番ないらしいと。と社会議題について、えー 家族や友人など、周りの人と積極的に議論をしている。これもなんだか恐ろしく激しく低いということで、このまあランダムに取り上げたこの国なので、ほ、まあ、他の国も調べたら違うのかもしれませんけれども、まあ、よく日本で名前が上がる韓国とか、あ中国とか、イギリス、アメリカ、ドイツみたいな国からすると、まあ、圧倒的にどうやら日本の若者っていうのは関心が低いらしいと。なんですけどね、あの私今、立教大学で授業を教えているんですが、 必ずしも別にあの授業の後の感想を毎回書かせて、まあ、私はものすごい人権と外交っていう授業を持ってるので次回人権問題をまたくさんやってるんですけれども。 すごいいろいろ考えてて、すごいいろいろ書いてくるんですよ。私、毎回感動しても、今の若者、本当によく考えてるって思うんですよね。なんだけど、おでも、なんでこの数字なんだそれこそ18歳ですよ、みんな一,一般教養なので。なん,でなんかちょっとね、書いてることとこの数字って違うんですよね。でも、それで,でよく、なんで日本人がそうやって議論しないのかと、もっと政治参加を高めるにはどうしたらいいのかと、デモがあって、アメリカみたいにああいうふうにたくさんの人が政治にあの参加するようなことっていうのは、どうしたら実現できるのかというときにいや、もっとね、 政治に関心を若者が持てるようにしなくちゃいけないんだと、そのためには教育だとかって言うじゃないですか。それがねびっくりしたことに、ちょっと私が調べるところによると、ですね日本人は実は政治の関心はむちゃくちゃ高いらしいんですよ。これは本当に調べてみて驚きました。政治への関心を77カ国に聞きましたというこの世論調査で、ですね日本はなんと77カ国中の8番というすごい数字なんです。でこれはまあ 教養のレベルも高いですし、えー、そうやってその授業でですね、立教大学大教室で私今130人ぐらい持って教えてますけど、おみんな本当に何か例えば従軍慰安問題、沖縄基地問題やればあ、もちろんみんな悩みながらだし、知識がないんですけどとか言って、そんなに知識があるわけじゃなくても、いろいろ書いてくれますよで。私も勉強になったりしてます。そういう意味では、みんな政治への関心というものは、まあ、これ相対的なものだから、日本が高いとか、他が低いとかっていうのも、あのー、まあ、 な,なんというか、まあ、ミャンマーでの高さとですよ、日本の高さってのは、まるで比較にならない重さなんでしょうけど、まあ、でもどうやら日本では自分は関心を持ってると思ってる人多いらしいんです。まあ、それ自体が薄い,薄い関心を持ってして、自分を持ってるぞって言ってるのかもしれないんですけど、それで、ただですね、何が違うのかって次なんですよ、政治構造の経験意欲、やった、参加したことがあるの77カ国における10位、10カ国と日本ということで、なんと77カ国中ですね、 えー、不,買運動不買運動なんて私もあんまやったことないまあはるか昔にアパルトヘイトの時に南アフリカのものを買うなと母親に言われたなぐらいしかあんまり経験がないんですけど不買運動っていうのはどうやら他国ではアイスランドの人なんての35%の人が不買運動をやったことがあるらしいんです日本では1.9%そしてデモですよね もうアメリカに留学していたので、私はもうデモといえばもう若,いもの若,から若い人からあのお年上までもみんなが集まってです、ね、わいわいがヤがヤ好きなものな鳴らし物持って、鳴り物持って、えー、ポスター作って着ぐるみ着て歩くっていう楽しいイベントだっていうのはよく知ってますけれども、まあ、日本ではです、ね、デモに参加したことがある人っていうのは5.8%しかいないと、まあ、そういう数字になっていると。ななののでなんでん関心が強いのに なんでこう参加しないのかというところなんですね。だから、まあ、保育園のお母さん、お父さんも心の中ではコロナで何が大変だなといろんなことを思っている人もいるかもしれないけど、何か発言するには至らないし、発言されてもそれで議論することにならない、まあ、直接的に,まあデ,モにはもうデモなんて絶対やらないでしょうけれども、行動に移さないというところはつながるかなと思うんですが、これは何なのかというのをちょっと、ま,あ、まだ私、これ本当に不勉強で、誰か教えていただきたいんですけど、も、まあ、物の本を調べるとですね、 なんか市民の自発的参加モデルとかいうものがあって、ですね、まあ、あの外国の方が熱心に研究をされているようで、あんまり日本には大権威的な人がこの分野にいないようでもあるんですけど、自発的にいろんなことに参加するためには、あ3つのものが必要であると。資源、志向性、リクルートメント。資源というのは、まあ、お金がないと、一定のお金がないとそういうものに参加できないようと、もうプラカード買うお金もないし、働かなきゃいけないから時間もないしということ。 えーまあ、日本も格差社会なのでもしかするとこの下の方が。 格差の下というふうになっちゃってる人はそのお金がなかったり、あるいは日本はあお金持ちでも忙しすぎて時間がないというところもある、それから組織運営などの技術というところで、えーまあ、あみんなでグループを作るズームの、ズームでみんなが見れる技術がなきゃできないよとか、今コロナだとです、ね、あるらしい。あとです、ね、思考性というものから何かというと、まあ、方向性ですね、社会の持ってる、それあるいはその人の持ってる方向性、えー、政治関心がなきゃあ参加しない、まあ、そういう人は、まあ、それは一般的にそうなんだろうと思うんですけど、日本はでも 政治関心はやたらら実は高いらしいしでもその参加模範有権者であれば選挙に行くべきとかあ有権者で意見がある人はデモに参加するべきとか保育園に何か問題があったらちゃんと言って改善するべきという意識を持っている人というのは、まあ、日本にはあんまりいないのかもしれない。で、あとここはポイントだと思ってるんですけど政治的有効性感覚参加すれば変えられるという意識がない。 えー、これはね私の,私の立教大学の学生にも、なんでみんな日本人は政治に参加しないのって話をしたときに、数ある意見の中の一つ、すごく多い意見ですね。だって参加したって成功体験ないんだもん、成功してる人いるの、そんなもんでっていう感覚、ここは私も大いに反省させられるところで、何かやったら変わる、まあ、政権交代がない国なので、なかなかその変わった感がこう韓国やアメリカみたいにないというのがある意味あるんですけれども、いや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 と、成功体験、実はめちゃくちゃいっぱいあるんですよ。 例えば今、駅に行けば、ですよどこの駅でも少なくとも東京だったり、名古屋だったり、大阪だったり、それなりに人口のある都市だったら、ですね駅は必ず、えー、階段とエスカレーターとエレベーターがあるんです。これ、私、ちっちゃい頃そのなかったんです、ね。私、父親がスウェーデンの専門家なので、これはあのスウェーデンは絶対3つあるんですと、階段とエレベーターとエスカレーターは3点セットなんだよ、スウェーデンではというふうに言われてて、それが徐々についてきて、今見事に日本で全部ついてるじゃないですか。 これは日本のの障害者団体体人は声を上げてつけててけもらってます大成功体験なんですあるいはもその立教大学女性が多いですけれどもこれだけたくさんの女性たちが学校に来てるっていうのはみんな先人たちが働きかけて、えー、通うようになったからこそ今集まってるっていうことがあってここもねもっともっと宣伝しないといけないんですよ。もうあの こののの前前立憲民主党が初めてででですすすすよよよ辺野古の基地は中止すべきといいう,ふうにに週間ぐらい前に発表したんん大喜びですよこんなもの私,のせ私,の私が言ったからになったなんて本当は言っちゃいけないんだけどしかも別に私が言ったからになったわけじゃないけどたくさんの人がそれを立憲民主党に言った中のおもしかしたら3000人とか5000人とかもしかしたらもう10万人ぐらい言った中の1人であるのは間違いないんです私もそういうふうに私が言ったから変わったぞぐらいのことを言ってもう有効なんだ自分が言えばぐらいのことをまあ言っていくということもすごい必要で成功体験っていうのはもうどんどん出して 行かなきゃいけななきいいいんだなとううふうにも思いますあとリクルーベートメントの機会というのはやっぱり必要で、まあ、勧誘動員、まあ、自分の周りでみんなデモ行ってたら行かない方がおかしいってなるのはアメリカの普通です日本ではデモに行ったら変な人っていうふうになっちゃうボランティアって何学校で授業で手を挙げるってどういうこと誰も上げてないのに、まあ、そういうことでこう周りの人が何かを言っていくやっていくちょっと声かけて隣のお家の人に、えー、次何かやってみませんかってゴミ拾いでもやってみませんかことから始めて声をかけていくというのはまあすごく大事なことなのかなゴミ、まあ、拾いは 逆に日本人やるかもしれないですけど、やっぱりちょっとあのそうですね、まあ、原発やで、嫌だというふうに思っておられるんだったら、次原発でも反対があるけど、怖いかもしれないけど、後ろについて一緒に行ってみましょうよと、声かけられれば行くかもしれないけど、そうじゃなきゃ、そんなことがあることも知らないというようなことがあって、この3つっていうのは、私はまあ最近勉やっと勉強して、もう中学校から不満に思ってるんだったら、もっと早くしろって感じなんですけど、やっとなるほどねと一応思って、ですね、まあ、これを私の中で何かできることがあれば、あの普段から心がけていかなくちゃいけないのかなと。 言った何か成功体験があれば過剰なまでにアピールする。もうアメリカの団体、本当に得意ですよ。あんたやってないでしょって、私、ヒューマンライツウォッチで働いてますけど、ヒューマンライツウォッチ、大したことしないのに、今年これやりましたみたいな寄付をバンバン集めるんですよね。いやいや、確かにちょっとやってたけど、それよりこっちの方がやってたよって思っても、やりましたって出して、それはね本当に実は素晴らしいことだというふうに思っています。あと、リクルートメントの機会、もうあの周りの方、まあ、私の場合だと、それは一言です。保育園の保護者の,保護あの父母の方に、えー ビデオ撮りたいと思ったら保育園に物を言うって言ってみませんか？って一緒に私行くんで一緒に行きましょうよ。それ一言ですよ。もう本当にその一言から変えていくしかないなって。読んでまあ。私の。 なんか半ば嫌だなと思いながら始めた父母会ですけど、まあ、なんか若干かなりのウェイトを自分の中で染み始めてきているんですけれども、そういう一言言ていうのは非常に重要なんだというのは、この論文からもよく分かりました。まあ、残念ながらです、ね、コロナで社会問題は露呈をし、悪化をしています。社会はどんどん悪化している。で問題は増えていますで。それでもしかすると、あの検察庁法の問題のときのように若者が関心をすごくたくさん持ってです、ね、えー、市民運動が盛んになるかもしれないみたいなことを言われているんですけれども、まあ、この分析を書いて,てある 学者の方はですね、えー、残念ながら格差社会が広がっているので時間や金銭などあるいは技術を持っている人っていうのはあ特に底辺の方では少なくなっているしコロナで人と接する機会がないのでなんて言ったってリクルートメントの機会がないそういう意味ではあー多分、あのーまあ、投票率等もどんどん減っていくっていう悲しい現実があるんじゃないかみたいなふうに分析をしていたんですけれども、まああのー、これは持ち場でですね、まああのーまあ、もう実践されている方が今日参加されている方の中にも多いかもしれないんですけれどもおまあ あのどうしてもね政治っていうと永田町を目指せとか国会の前にデモに参加しようとかになっちゃうんですがいうことじゃなくて私は本当と一番大事なのはあ決められたことでも不満があれば何か一言を言って、えー、変える努力をしてみるあるいは変えなくたってその周りの人と意見を共有して議論してみるそんなとこから始めるっていうのが一番こうまあ あじゃあ今度の選挙の結果はどうなるかに結局はつながる一番大事なとこなんじゃないのかなというふうに思っています。えー、だいぶ長くなっちゃいましたけれども、ちょっと初めてこのテーマについて喋ってみたので、ぜひご,ご意見、ご感想、いや、あんた違うよと、もっと異論文あるよとあったら教えていただければというふうに思います。はい、えー、長時間いただきました。ありがとうございます。ではですね、ここからディスカッションに移っていきたいというふうに思うんですけれども。 ええと、だいぶ白井さんをお待たせしてしまったので、白井さんの方からま2人の話を聞いた上でのご意見、特に政治学者でもいらっしゃるので、私の分析の足りない部分も是非是非おくれたと思います。<laughs> よろしくお願いします。どうですかね？やっぱりね。あの18歳の意識調査のあのデータ見せていただきました。けれども、あの、日本の若者悲惨だね。っていうことがそこにこう現れていて、そしてこの？ 調査に現れている数字っていうのは私がやっぱりこの大学生なんか教えていて実感あるんですよ。ああそうだろうなと思いますよ。これ非常に納得のいくデータですよね。で、本当にあのこんな社会を作っちゃったんだっていうことにちょっとやっぱり一種のおの,のきをみたいなものを感じますよね。それから少し前に あのツイッターでですね面白いデータが流れてきたちょっと目を止めたんですけど、それは何かっていうと、あの会社員がですね、えー、自分の会社にその不満を持っている、えーそのまあ、だからこんなところで働きたくないと思っている率っていうのが、これはやはり国際調査なんですけれども、もう日本が担当でトップで、えー、じゃあ、じゃあ転職するのと、辞めんのと。 言うとその転職し,しようとは思っていないっていう率もトップ何なんだこれはっていうことですよねな何なんだろうとあのだから今の会社とか組織にいたくもないんだけれどもだからといってじゃあそこを辞めたいとも思わないみたいなまあやっぱり一言で言うと凄まじい無気力だしあのある種のやっぱり生命力の低下みたいなものだと 思いますよ、ね、で私この3月か3月も「主権者のいない国」っていうあの本を出しましたけれども、まあ、やっぱりこれ書いていく過程でこうだんだん分かってきたことって何だろうその、えー、なんでこう日本人っていうのは憲法では主権者だって書くふうに国民は主権だって書いてあるけれどもなぜそのようなあの自覚っていうのが ないのかまあそれがそのひどい低投票率だったり、えー、に表れているわけだけれどもそし,そしてくだらないこのメディアの創生する馬騒ぎにどんどん流されていくっていうその国民性にあの直結してるわけだけれどもその根源って何だろうって考えていくとなんていうかな自分の人生を生きてないんですよ。自自分分ののの人生を生をきてすらいないなで自分たちの えー、社会とか自分たちの国が、えー、その自分がそ,それを構成する一員であり従ってそこで起こることやなすことについて責任があるという意識ももちろんあるわけがないだから本当に何て言うかな自分で自分自身を失ってるっていうのが今の日本人だと思いますよねで本当にこの本当に慣れの果ての姿だと思いますよ 先ほど成功体験がないっていう話がありましたけれども、でも本当はあるよねっていう、<laughs> 本当にまさにその通りで、で、日本人はいや、やっぱり日本人はおとなしいからみたいな話もあるけど、これも全く大嘘で、日比谷焼き打ち事件から始まってですね、さかのぼれば。もうあれはもう、要するに税金は取られて、高い税金取られて、兵隊には生かされて死ぬと。だけれども、えー、全く投票権もない。 で、えーまあ、あの場合は、まあ、政府の外交は弱腰だっていう形で、沸、まあ、点を超えたわけだけれども、もう大暴れですよね。で、あそこから、まあ、よきにつけ、悪金につけ、対、えー、正デモクラシーと始まったし、でえー、戦後、60年安保はあったし、で先ほど、つい最近の成功体験で言えば、原発ですよ、端的にってね。 あの脱原発がやっぱりデーマになるっていうことは、私の,あの基調報告の中でもしましたけれども、実は日本は半ば脱原発はしてるんですよね。っていうのは、えー、福島の事故以前で原発の発電量のシェア20%超えてたと思いますけれども、今、ほんの数パーセントでしょう、2、3%じゃないですか。 で要するにそれなぜかって言ったら、まあ端的に言っても再稼働もあんまりできないわけですよねじ、実際問題としてね。いくらこれはもう経産省のある部分がですね、あのどんどん再稼働させて、えー、新設もして、新規自動設もしてって思ってても、実際できやしないんですよね。 でそれできやしないのなぜかって言ったら、やっぱあれだけ相当大きな脱原発ムーブメントっていうのを起きましたから、あの実際、だから私も参加したしてきたけれども、追い込んでるんんでですよ追い込んできたんですよ、現実に。でしかし、ここがまあ、この日本の,の,そのずっと明治以来、面々と続く権力のうまいところなんだけれども、民衆に成功体験を絶対に与えないんですよね。うんあの まさに民の声によってそれを聞かざるを得なくって国家は方針をあれしたのに転換したのにできるだけそんなあのことは起こってないっていうふうに言い募ってそのようにまあ外面を取り繕うそれはだからそれこそだから安倍氏が退陣だってある意味そこもう同じことかもしれませんよね安倍さんはある意味本当にもうコロナでいい加減にしろと,ということで追い込まれてって投げ出したのに えー、そういう形じゃない形へとうまく回収、まあ、演出して回収していく、まあ、菅さんの辞任っていうのも同様だし、えー、それこそだから何も起きてい,いや何も起きていないんだっていうことで岸田さんがその後襲うっていう形にもなってるわけなんですよねでやっぱりこんなことを許しているっていうのもやっぱり先ほど言ったように根源的にやっぱりあの 自分自身で自分自身の人生っていうのを生きようとしていない。だから日本人ってじ実は全く自分自身を大事にしていない、うん。だから自己肯定感が低いって言われるし、自己評価っていうのが根源的に低い。自分で自分を無価値だと思うんですね。だからこれ本当に怖いと思うんですよ。 それこそサルトさんの専門の,その外交の話に結びつければ、ですね本当に今の喫緊の課題っていうのは、どうにかして米中大戦争っていう最悪のシナリオっていうのをどうやって回避できるのか、でもしそんなことになってしまったら、日本は一的に行って、極めて巻き込まれる可能性が高いわけで、あのでどうやってそこは犠牲を出さずに乗り切れるのかっていうところで、本当に知恵を絞らなきゃいけないところなんだけれども。 うーんまあ、なんていうかな、今のままでいったらダメだな、無理だろうなと思いますね、はっきり言って。だって、自分で自分のことを価値あるものだと思っていない国民を、他国民が価値がある存在だと見てくれますかと、見てくれるわけないですよね。日本人だったらいくらでも死んでもいいっていうふうに思うっていうのが、あの当然、起こってくるあの反応だと思いますね。だからそういういい目に合わないと うん目覚めないのかなっていうのが、まあ、非常に悲観的ですけれどね、えー、思わざるを得ないところですよね。はい、ありがとうございます。そう、お前、はい、さん三、ね、3人で話してると、一番最後には必ず悲観的になってて、そんな,そんなこと言っちゃおしまいよってあの、金平さんが言って、また持ち上がっていく対談のですけど、<laughs> この本は <laughs>。はい、金平さん、どうでしょうあ、まあ、ミュートになっちゃってますね。 サさんが言ってた成功体験っていう言葉がなんかねいやらしい感じに僕なんかの世代は聞こえるんですよ。そんなね成功したいかそんなに成功したいかよっていう感じなんかいい目に遭いたいとかさそういうのってなんかなんだろうなもっと僕らって、えー、品格があったような気がするんだ昔の人って。えー、そのね、えー、成功ととか失敗とか僕らは 負け続け続たっていいんですよ成功するやつなんてろくでもないやつだぐらいな感じ、えー、失敗したっていいしだいたい負け続けるやつだっていいしだけどその人のいなんだろうな生き方がやっぱり素敵だとかかっこいいとかねそういうのがあったの。で僕も本当にも今もうすぐ68なんだけどあの、えーまあ、先行世代のかっこいい人たちとかっていうのをずっと見てきてさ でそういうのがやっぱりうまく伝承されるっていうんですかそれなんかね教育とかそういう言葉じゃなくてこう受け継がれていくみたいなものっていうのはなんかやっぱあるような気がするんですよでそういう努力っていうのをやっぱり消しちゃいけないっていうかあの,あの白,井白井さんのように絶望って一回絶望のどん底におおお落ちた方がやっぱわかんねいんだっていう言い方もあるけど僕は割とね 先行世代ってかっこいい生き方してた人結構いっぱいいるなと思っててこれ最近のあのジョニー・デップが出てる水俣っていう映画ですけどねこれ今公開され始めましたけどこれはまあどうせハリウッドスターが出ててえーあれだろうみたいに思ってるかもしれないこれ今見るといいですよいいっていうのはねここに出てきた人たちがやっぱり水俣っていう日本最大の郊外の運動で地元の 水俣の漁師とか住民とかそういう人たちが何やったかみたいな窒素を相手にですよそれからこれ出てくるのはあのもちろんユージン・スミスっていう写真家とアイリンさんの話が格になってんだけどその時にいろんな人が登場して石村美智子さんとか川本照夫とかさそういう人たちの生き方っていうのは今見るとねもう文句なしにすごいわ。 かっこいいですでこれ民主主義っていうのはまあ胸張ってこういうすごいやっぱり名もなき人々がいたんだぞみたいなものっていうのは消せないです。でさっきあのなんだあのサルタさんはあの、えー、日本の駅に行くと、えー、あのエレベーターとエスカレーターとーその階段三艇セット必ずあるっていうでそれは障害者たちの運動っていうふうにがあったからって言ったけどその障害者たちの中の最初に声を上げた人たちの。 運動ととかって今見るすすごいですよ体投げ出して、例えば川崎の青い芝の会の人たちが、えー、バス、昔、車椅子の人に乗れなかったわけだから。で、その時に彼ら何やったかというと、身を投げ出して、えー、バスのところに身を投げ出して、それでずっと排除されることをずっとやってたんですよ、青い芝の会の人それを記録したドキュメンタリストがいたの。吉永春子とかさ、TBS の。それから 原和夫とかさ今も生きてるけどそういう人たちが青い芝の会の活動をこうずっと記録してコツ,コツ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 とみんなに見せててでそういう人たちの運動を見てやっぱり受け継いでですねそれをこういうものがあったんだってことをちゃんとやってる人たちがいるっていうのをやっぱり知ると昔の人たちの最初に声を上げた人たちの勇気とかってやっぱかっこいいですよすごい。もうそれはね そういう人たちが僕らの先輩にいっぱいいたんですよ、えー、水野さんの上司だった筒美誠二なんてそうだし筒美誠二なんていうのは僕はこれ今回またミナマタ見て思い出したんだけどミナマタの東京で最初にやった友人ジン・スミスたちの写真展はどこも会場を貸さなかったんですよそしたらあ筒美誠二が池袋西部っていう百貨店で友人ジン・スミスの写真展やったんですよそんなことってやっぱりね、その時にやっぱり かっこいいいいやつがいるんですよ進み政治みたいなでそ,うそういうやつがやっぱり日本の中にいたっていうことはやっぱり事実なんでそういう伝承をきちんとこう、まあ、行っていくみたいな作業ってのは必要でそれやっぱり僕はさっきから言ってるジャーナリズムとかメディアマスメディアの中でそういう力がものすごく弱くなってって過去の優れたものを伝承していくっていう作業ですかそれはものすごい必要だと思う。でそれは今はないんだ全然。 今しか見てないんだもんだからこういう話映画やってる人たちハリウッドでさえやってるのに日本の人が水俣知らないのな外国映画から教えてもらうなんて冗談じゃないですよ本当のこと言うとねでそういう作業っていうのがあの僕らは今ものすごく必要で、えー、実はさっき出てた岸田っていうのはもうどうしようもないうこれ高知会ってこと言ってるけど宏池会の伝統ってすごいものがあったんですよ本当は。 で彼なんか広島県選出の国会議員じゃない。広島県ってどういう目にあった県だと思ってるんですかそこで選出されてた国会議員が今までどれだけちゃんとしたこと言ってたかみたいな、あるじゃないですか。で、やっぱりそういう時にあに、ものすごいちゃんとした人たちがいたっていうことを僕らは伝えきれてないっていうのかな。でだから今で言うと、やっぱり岸田としては腰抜けですよね。広島県選出であるにもかかわらず。 えー、核実験禁止条約みたいなことについてもぐちゃ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 言ってるし、えー、さっき言った核兵器の問題だけじゃなくて原,原発の問題だって、えー、広島県に住んでると核エネルギーっていうのはどういう存在かっていうのは少しは分かるよって話ですよね。それが今あのあのなんの高市みたいな電磁波攻撃みたいなことまでいい言い出さないようなもうほとんど何て言うんですかねクレイジーな認識にこう後退してるっていうのはやっぱり。 思い知らせるためにはやっぱり優れた人の業績っていうのをきちんと伝承するっていうんですかねその作業を今僕らがやんなきゃいけないんだっていう聞いてて思いましたですね。 はいありがとうございました。あの質問はあの少しずついただいていますけれども、あのオフィシャルな会自体はあの私たちが喋りまくっている間にもうあと20分になってしまったので、ぜひどんどんお寄せをいただければというふうに思います。あのコメントで DHC の不買運動を見たことがあります。私はしたことがないですけれどもというふうに書いてくださってますけど、DHC の不買運動は私自身もやってますね。あの別にもともと買ってないからですけど、ホテルには絶対止まらないとかですね。あのそういうのは、まあ、まあ、なんとなく確かにやってる。 すごい、そこがいけないんだな、なんとなくじゃなくて、私やってますと、ホテル、アパホテル泊まってますと、DHC、まあ、もホテルもあるんですけど、や,やってますと言って、それをちゃんとなんかふらっと誰かに言,言わないとだめなんですよね、こういう会とかで言ってもしょうがないです、もう皆さん分かってる <laughs> 僕ね、仲間と取材に行くときにさ、地方とか泊まるでしょ、でアパホテル取られちゃうときあるんですよ。 うん、みんなカメラマンとかディレクターの人がで,、ね、でぼ僕だけキャンセルして別のとこ行くんですよ、その時。いやだからね、もうこれも報道で示さなきゃいけないから、絶対その時に一人だけでも不便なところ<や>あの,<や>あのキャンセルしてもらって行くんですよ。いや、だからそこでですよ、やっぱりその TBS でなんだ、そのロジスティックスみたいなこと担当してる方がいる,いるわけですよね。その人は要するに何にも考えてないっていうことでしょ。 あミュートになななっっちゃってますすすかねね要する知知知ららいもないですよで無だけどそれは僕らやっぱ伝承する力がやっぱり驚いてたっていうことをやっぱり認めざるを得ないとかってなんであのそういうふうになっちゃったのかみたいなのはやっぱり自分たちに返ってくる話だっていうふうに僕は思ってるんですよ残念ながらね、えー、お前ら知らないのかバカだなっていうふうに言ったってなんか知らないけどあの人なんか 臭いところに凝り固まっっちゃってる変なな人だなみたいなふうにしか今思わないっていうかねでそれはやっぱり今若い人僕も若いあの,あの大学で教えたりすると若い人ねやっぱり同じなじなのはいいいと思ったものについて横じゃなくてやっぱり自分も私これいいもんとか僕はこれ好きだもんっていうところにはついてきますよ。 でついてくっていうのはやっぱり僕らと同じで、まあ、そんな人間って変われるもんじゃないっていうふうに思っててその魅力みたいなものが例えばやっぱり立憲民主党の枝野さんなんかに感じないしあのん <laughs> だかっこいいものはいいんですよ。でそれはあのんだろうなあのそういうものってすごい大事であのさっき小泉進次郎のことを白井さんすごい褒めてたけど小泉っていう人はやっぱ中身ないですよ。 あの僕本当に中身ないと思いますよ。で、彼があの核のことをい,いろいろ言ってるかもしれないですけど、やっぱり今の環境省でやってるある種の福島についての対策みたいなのを見ると、本当に薄っぺらだし、あのーあのえー、汚染土の再利用みたいなことについてもやっぱり率先して、えー、非常に良くないことをしているというふうに僕なんかは個人的に思いますね。で、そこのところはやっぱりちゃんと見なきゃいけなくて。で河野っていう人は僕は僕 権力を取るために、あの、半角だ、あの、脱原発の主張を今封印したのかと思ったけど、その選挙戦の最中でもやっぱり核燃料サイクルがもう破綻してるってことだけは一貫して変わってなかったですね。あの、脱原発をがって言ってて、あの、山本太郎なんかと一緒に、あの、二太郎なんて言ってた時と同じ、そこだけは絶対に変わってなかったっていうのは、あの。 えー、確かめましたね僕も本人に聞いたし選挙戦のさなかもねでそれがだん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 こうあぶり出されていったそ,それがおそらく、えー、核,核エネルギーっていうか今の原発生き残りの残存勢力みたいな人たちの勘に触ったというかね えー、そ,そういうような側面というのは今度の総裁選の場合かなりあったろうなっていう、でその、えー、攻撃の,、ま、あの一番の、えー、最先端の、まあ、切り込み部隊みたいになったのがさっきの J アノンみたいな人たちのブーブーで、これはもう本当に怖いですね、僕ね、見てて、あのトランプ支持派の,あ,の,あ,の,あ,の、まあ、ある種のエキセントリックな部分とすごく似てて。 えー、ヨーロッパの局なんかとも似てて、えー、それこそ DHC を支持するグループなんかとも似ててこの人たちっていうのはあ,のある種のんだろうな過去を遮断したところで自分たちのこう存在意義みたいなものに対して危機感を持ってる人たちですよね、えー、それが若い人たちに広がってるっていうのはさっきサルタさんが示したその現状に対しての不満はあるんだけどもその出口を見いだせないっていう今の。 若い人たちの意識の受け皿になっちゃってるっていうかねものすごい受け皿になっちゃってますよで勢いのいいところとかにとりあえず行っちゃうわけだからとりあえずでそこにいるとなんか自分が承認されたような一体感みたいなきっと得るのかもしれないですけど彼らの受け皿になるべきようなもっと魅力のあるうううつまりそういうものがオルタナティブとして存在してないっていうんですからね残念ながら今ね でそこが一番あの僕らがあの苦労してでも作り上げなきゃいけない、そう時にはやっぱり1個、さっき言った気になるのは伝承っていうか、あのちょっとこんなすごいことしてた人たちが実はいたんだぜっていう直,直前ぐらいまで,で、それってやっぱものすごい大事なことだなっていうふうに僕は思ってますけどね。うん、日本のの場合ってそのかってそかこいい まあ、その政治的に色がないことの方がこうメディア,あのアイドルなんかとしてはかっこいいみたいなことがあってキョンキョンみたいなすんごい超スーパーアイドルが検察庁法に反対したりしたのはびっくりしましたけどなかなかそのもう金平さんが敬愛するような清志郎みたいなのは出てこないじゃないですか。 ねそういう,こう成功体験でそれでもいいんだと思うんですよ、かっこよくなれたっていう成功体験でもいいんですよ、こういうこと言ったらかっこよくなれたという成功体験でもいいし、かっこ悪く、ぐじぐじ,ぶじぶ頑張ったら、最終的にはすごい成功して、政権交代したでも、な、ま、ん、あ、でも多分成功体験だと思うんですけど、今の世代のなんかいい成功体験みたいなものというかっこいい人っていうのは、清志郎なきゃとどうなんですかね。<laughs> あの ななんだろうなそういうのって探すとかそういうところ以前にやっぱりね例えば映画とかあのメディアで言うとラジオとかに結構いますよなかなかあのあこういう人をやっぱりラ,ラジオで今ここまでちゃんと言ってる人いるなとかそれからあのこういうメディアで言うとさ「ChooseLifeProject」とかそういうところに出てきてる若い世代の人なんかはなかなか素敵な人いますよ。 えー、えー、ここまでちゃんとあの調べてっていうかねあのそういう人たちってやっぱりいるんだけどそれを掘り起こす作業みたいなものって実は昔のメディアこういうだ,だって僕ら覚えてるけどあの最初に出てきた例えば横尾忠則なんていうのはもう本当にボソボソしてて不器用な人だったけどやっぱりそういう人を応援してこう探してきてこの人魅力あるよみたいなことで。 メディアがそれを発掘して紹介していく機能みたいなものっていうのが今は今ないよね。全部吉本だもんね<や>もだから思うんですけどメディアが機能不全を起こしてるった時の根本原因は感性の問題だと思うんですよね、うん、結局メディアを具体的にそれは構成してるのもそこで働いている一人一人の個人。 なわけで,でだからかっこいいものをきちんと伝えていくっていうことは全く正論だと思うんですけれどもそのかっこいいものをかっこいいって感じる感性が僕は壊れてきてると思ってるんですよ。これはどう見てもかっこええでしょうっていうものがうん,なんていうかなうん多分僕らはあの世の中ではマイノリティになってきている。うん で、なんていうかな、そこのところと。でも、前のノリでいいじゃないですか。メジャー、なんか多数派がいいみたいなのっていうのは、あの本当に、あのブラックライブスマやっぱりね、うん、僕はだから、あえて真っ当な感性って言いますけどね、うん、僕らはまっ当な感性持ってるわけですよ。で、真っ当な感性を持ってる人間の率っていうのが、うん、その社会の中である一定以下になって、 ちちゃゃっっったたらら未満になっちゃったらその社会が崩壊すすると思いますでもう日本はその意味で社会崩壊の瀬戸際にあるっいう,うに僕は見てるわけですよ。で一方でそれと並行するようにすごく今お気持ち重視の時代になってるんですよ。<え>お気持ち重視。人の気持ちを傷つけるようなことを言うのはもうそれだけであのとっても悪いことっていうあの一方で感性があるんですよ。でそれは ポリティカルコレクトネスとも結びついてるんですよ。だからパあのハラスメントがどんどん厳しくなってますよね。で、今回、総裁選の中のプロパガンダキャンペーンの一つとして、河野太郎がパワハラをやったっていう、あれがありましたよね。で、あれ、やっぱり音声聞いてると、なんかこの程度でパワハラなのっていうふうに私は思うわけですよ。うん、で、怒鳴られた、大臣から怒鳴られたと。で、 そんなもんね、大臣の方が不条理なことを言ってると思うんだったら、どなり返せばいいじゃないかっていうだけの話だし、一番よく考えると、10年前に結構びっくりしたことがあって、それは3.11の時ですけれども、原発、ああいうことになって、えー、菅直人首相は、それは頭から湯気出ますよね、それ。怒鳴なってんだ、一体と言って、どなりまくると。で 怒鳴りまくってて怖いと、で、イライラしててイラかんだと、で、あんな風にこう、イライラしてるし、怒鳴ってるし、とてもじゃないけれども、なんか、あのー、検索とかできないみたいなことが、当時、なんかいろろな週刊誌報道とか出てましたけれども、私はむちゃくちゃ違和感持ったわけですよ。<laughs> 何を言ってんのと、これ、日本滅びるかどうかって瀬戸際。 その時に、そりゃ最高責任者はぶち切れるでしょうし、で、その時首相がおかしなことを言って、変なことを言って怒鳴ってんだったら、怒鳴り返せばいいじゃないかと、うん、そういう局面だろと、お前は上司を怒鳴るのかとかあの、部下のくせにとか、そんなこと言ってる場合じゃないわけで、その怒鳴り合ってやればいいでしょと。で、どうも、そういうことができなくなって ちゃってるらしい人あれだけの危機になってもだったらそんなねはい皆さん席についてさあどうしたらいいか冷静に考えましょうなんてできないですよあの,あの局面でねそれは怒鳴りますよねだって怒鳴り返しはいいじゃないかっていうだけなのになんとかもうそういうことはで,できなくなっちゃってる今のいやわかりますよだから、ね、も<う>最後に誰かと怒鳴り合ったことっていつあります <laughs> 私、この前、うん、この前保育園の、保育園の先生と泣きながら。<laughs> <laughs> おい、ふざけんなと。ふざけんなと、個人情報で子供の情報が出せな昨。昨日の連絡帳に書いたことすら出せないって言いっ、言 <laughs> いやし<ー>た <laughs> の、ね、で、ね。<う>その時に、思ったんです。本当、私、そういうの大嫌いで、なんか、私も角を立つの嫌いな運営を割とする。こう、まだ、あ、いろんなこと、それなりのリーダーをさせていただきながら。わ、もう、旦那とかには、もっといろいろ言いなさいとか言われるんですけど。もうこの前。 本当に何もかも個人情報で出せません。あんた、昨日のお便りに全部書いてあったことも、私がもう一回聞いたら、個人情報ですから、そうですって答えたら、ふざけんじゃないと、個人情報っていう単語だけで自分の頭使って考えになったら、聖子先生やる資格ないわってって、もうってでで、もうそこで思ったんですよ、これ大事だわと、もう私なんかそういう格好つけとか、和を持って尊して出すとか、とりあえず捨てて、<laughs> まあ、怒鳴り合いね、大事さねそう思いますし、ライスさんは結局ね、本当、本気でぶつかるってことしないとなんですよ。 だからね、<ー>最近、怒鳴る人は極度に少ないから、ちょっと怒鳴るとすぐビビるから、ある意味簡単になってるんだけども、それが怖いのは、あのーう、裏から、後ろから刺されるんですよ、パワハラだってって。<laughs> <laughs> いやもでど,どこでも怒鳴っちゃいいわけじゃないけれど何て言うんだろう、まあ、要するにちゃんと意見を言いましょうっていうことそれがまあ激しいやりになった時に、うん、いいそれはそれで相手の意見はちゃんと聞きながらその怒鳴り合いながら私たち1時間怒鳴り合い続けましたからね <laughs> ちゃんと聞くわけですよ相手の話のまああの発っさりるの三3人だったら怒鳴り合ってもいいんだけど <laughs> つまりあのそうじゃないっていう人がいてやっぱりあの僕ら怒鳴り合うの僕,僕は本当当たり前だって。 だったた時代生きてきてからねでそれずっとやってると怖がる人やっぱり出てきますよ。か怖いっていう。で、<然>それでなんか一番困る,、ね、るのはそれをね、言いつける人がいるんですよああ。でしょうでしょう。だからそれでパワーサルみたいなけると、そうやって告げ口であの後ろから人を叩き落とすのがすごい便利なんですよ。た叩き落とすっていうかね、なんだろうな、僕らの価値観ですよ。僕らがあの えー、まあ少年、青年時代の価値観は、告げ口するやつって、世の中で一番最低のやつだっていう、つまりそういう価値観だったの、ところが今ね、告げ口は堂々としてて、つまりコンプライアンスとか、うん、それからなんかこう、えー、公益通報制度ではないけど、そ,その通報して、つまり、 え組織なり何なりが健全に働くために必要なつまり機能だみたいになってるんだけど僕ね人間のコミュニケーションってつまりさっき言ったように成功ばっかりとかみんなニコニコばっかりとかハッピーばっかりって気持ち悪いです正直って。でそういうんじゃないところがあるから面白いんであってでそこがあのね違う人たちいるんですよでそのんだろう気持ちの悪い優等生みたいな人たち。 あのなんだほら映画で「格好の巣の上で」ってあったじゃないですか「うん、格好の巣の上で」のあそこに出てくる女医さんで女医さんっていつもほらあのバックでクラシック音楽かかっててそれでその、えー、彼がこうわーって騒いだりなんだりするとこうすぐ注射打ったりするから最後ロボトミーまでやっちゃうんだけどさああいう人たちっているんですよ。でこれもうほんと恐ろしいんだけどだけど日本の社会がそういうふうになっちゃったら終わりだと僕は思いますけどね。 うん本当に <laughs> なんでこの話で盛り上がる<や>今日の,の今日の話とだいぶ皆さんだいぶはちゃめちゃな話をしている感じだなというふうに思っておられるかもしれないんですけどあのそれはそれで真実も一部あるなというふうに思っていただけたらあ,のいやありがたいと思っている真実ってことはないな世の中真実はいろいろなんだけどそれは自分は賛成だなと思っていただけたら嬉しいなと思うんですけどこのはちゃめちゃさがですね一応本の専念しておくとあの本の中ではさですが、ね、本なのであの4回やった提案なんですが あのはちゃめちゃな提案を4回をでも本にするとなるとさすがにそれなりにまとめますからあの読みやすく分かりやすく <laughs> なってますのでぜひお,お買い求めいただければありがたいなというふうに思っています。で、あの、懇親会後でまたあるのでそこで盛り上がっていければと思うんですが、あの、そうですね、そろそろあのちゃんとした質問の受付をしないと。 いろいろ混ぜてはいるんですよ、お話の中に私が。あのいくつか出ているのはですねあの、ドイツの学生さんからの、ドイツに留学する学生さんからはですね、ドイツではデモの多くに学生が参加してますが、こちらの学生は奨学金制度を受けている人たちが多いため、金銭的にも余裕があり、バイトがせず時間的余裕があるため参加しているように思います。もうちょっと金銭的に時間的に余れがあればデモは変わると思いますかとかですね、あとはあの投票率が上がればですね、まあ、民主党政権になった時が高かったように、また政権 健康体のの可能性とというう出てくるんんでででしょうかとかすすねあ,とまあ白井さんに質問です立憲民主党の枝野さんの評価は低いようですが、き、まあ、今日あまり高くないお二人からの発言がありましたけれども、おまあ、それはなぜなのかと、まあ、逆にどういう風だったらいいのか、誰だったらいいというふうに思うのかについて教えてくださいとかですね。えー、あとは気候変動問題では、日本でも自覚的な若者がたくさん声を上げているように思いますけどこれはごくごく一部なんでしょうかとか。 まあそんな質問をいただいているので、えーの、少しずつお一言ずついただいた上でもうちょっとあと時間が、まあ、あんまりないので、えー、まとめ的な話もいただければと思いますけど、どうしましょうじゃあ、白井さんからいきましょうか。そうですねじゃちょっと今の質問のうちのいくつかにお答えできればいいかなと思うんですけれども、まず、あの日本の今、若者の経済状態等が悪いからあの政治運動できないみたいなのは、僕は嘘だと思います。っていうのは やる人はやりますから、金がなくても、時間がなくてもあの、やる人はやるんで、あの意欲がない、えー、そもそもそういう動機がないということだと思います。で、ハッキングザル2の中でもちょっと書きましたけれども、たまにですねあの、日本の大学からの交換留学とかそういうな、まあ、いろんなケースで、えー、ヨーロッパとかですね、 アメリカとかあの行って向こうで、えー、その現地だったり他の国から来た留学生なんかと友人になってそこで初めて、えー、日本の若者がどんだけ恥ずかしいかっていうことに気づくってことがあるんですよね。世界の若者はいろんな問題が世の中で起こっている世界で起こっているそれについて知っているし一応の知識ってのはあるしそれをどういうふうに自分は思うかっていうことにを あの意見っってていいうものを持っているそして日々、えー、友人との会話の中であれについてはどう思うとか、えー、こんなことあるんだよとかいろいろ話を情報交換してる意見の、えー、交換をしている。でそこで突然「君はどう思うの?」って聞かれて何にも答えられないっていうショック体験をするわけなんですよ。ほんで えー、ショックでしたっていうことを書いてきた学生がいたんで、あの私は先生、<laughs> その返事としてね、その時のに感じた恥ずかしさっていうのを絶対に忘れるなと言ったわけですよね。日本では別に何にも社会問題を知らない、何の意見も持ってない、そのことが別に当たり前だと、普通だと思ってるかもしれないけれども、世界標準から見れば、そんなのはもう全くお話にならない、恥ずかしい生き方でしかないっていう。 それが現実なんだと。だけれども、今はショック受けただろうけれども、今はショック受けただろうけれども、日本帰ってきたら、えー、日本の雰囲気っていうのに飲まれてしまうだろうと。だから今感じた恥ずかしさっていうのを絶対に忘れないようにしなさいっていうことを言いましたけれどもあの、要するにこれが日本の標準ですから、だからそれはそんな運動にですね、ちょっと金がないとか、時間がないとか、かそんな問題じゃないんですよね。もっと根源的な 問題ですよねでそれからあと気候変動に関してはやっぱり日本の若者もいろいろ出てきてるよねってあのいう話あってもちろんそれはポジティブなことだと思いますけれども先ほどからあの金浦さんが話題にしているその伝承の問題とそれからあの成功体験みたいなものをこの日本の権力はうまくくじくっていうことがですねここにもすごく関係してると思うんですよ。っていうのは今や 財界に支えられた自民党であれ、あるいはもう財界そのものでも、やっぱりもう SDGs とか言わざるを得なくなってるわけですよ。環境問題、えー、っていうものに配慮しないわけにはいかなくなっているんですよね。で、やっぱそういった流れが世界中であ,あって、日本もそこの中に入らなきゃいけないですよ。 でしょっていう形で、えー、若者の間にもまあ運動はこう広がっていくっていうことがまあ起きてるのかもしれない。だとするとこれはそれこそさっきから金平さんが言ってるような非常にこう伝承やいわばセンスの問題が問われてくるってことになるんですよ。っていうのはいきなりじゃあ日本でその環境保護運動が今いきなり出てきたんですかって言ったらそうじゃないわけですよね。そそれこ水俣で ええー、あれがもっとさかのめば田中正造とかそういう話になるかもしれないけれども、それこそもう水俣んかでう凄まじいことがあったわけですよね。それでその公害、まあ、公害と環境問題って結局地続きなわけですから、あのー、そこで本当にもう先人の、ええー、その血を吐い、そして血を吐くような、ね、苦闘っていうのがあって、っていう。 本当は話なんです。そこと繋がってるはずなんだけれども、あたかもそれが全然なんか無関係かのように、いきなり SDGs とかの話になっちゃうわけですよ。この僕は軽さがすごく大嫌い。<laughs> <laughs> <laughs> 結局この国では歴史とか伝統っていうものが本当の意味では何にも積み重ならない。民衆のね、民衆の歴史や伝統とか何にも積み重ならない。それは本当薄っぺらなものでしかないし、だから私たち、 その日本人の多くが自分自身の自自分自身を薄っぺらな存在としてしか感じられなくなっている。だから自己肯定感が低くなるって、さっきの話にもこうつながっていくっていうね、自分の人生を生きていないよねっていうことになって、でそんなところで形式だけ民主主義、民主制だねってって大義政民主主義やったところで、まともな投票行動などできるはずもなく、こうやって悲惨な政権が延々と続くっていうね、まあ、こういう状況が。 続いてるんだろうなっていうのが、まあ私の,あの見方ですよね。<laughs> はい、私からちょっと以上です。なんか枝野さんの件もなんか一大さん、ね、あ野なんですか枝、はい、野さんってね、やっぱりね、うんど、どうしたらよくなるかみたいなポジティブやっていこうぜって感じがないんですよ、残念だけど。一瞬あったの立憲民主党立てた時立憲民主 民主党立,て立ち上げてある種ブームになった時には一瞬それがあったんですよみんなでやってこうぜそうだっていうのがあったんだけどなんかどんどんそこが失われてって何ていうか元の枝野さんに戻ったんかなっていう感じがねしますけれどもあのもっともっと厳しいこと言っちゃうと結局。 この間先ほど小沢さんを選挙でどう使うかうんぬんかんぬんとででいやそんなん聞いてないとかこういうくだらね何をごたごた今さらやってんのっていう話はこれ結局ずっと民主党政が政権だをダッシュしてそしてそれがうまくいかなくなってっていう時からずっと実は続いてる話なんですよ確執なんですよ。うん、であのー 結局、民主党政権がうまくいかなくなって、えー、政権を担うあの勢力だっていうふうに見られなくなってしまったことを、結局、枝野さんなんかは人のせいにしたんですよ。鳩山小沢のせいにしたんですよ。あいつらが変なことやったから、あのあのうまくいかなくなっちゃったみたいなね。な何を言ってんのっていう話なんですよ。でだから、もうあいつらは、えー、もう口出しすんな。 で、あいつらとつながりたがるようなやつも、えー、みんな干してやる。これが枝野さん残念ながら基本姿勢です。で、ものすごく僕低次元だと思います。はっきり言ってなんか高中学とか高校の部活のノリだと思う。あの <laughs> うっとうしい先輩がいなくなって、やった俺たちの天下だみたいな。そんなノリで政権なんか取れるわけないでしょって。つうか取ったってろくなことにならないでしょ、厳しいこと言えば。あのー。 残念ながら、そういう厳しい見方をせざるを得ないんです、ね。今までの言動から、だから、そこからどう変わっていただけるかっていう。まあ、そういう話になると思います。ありがとうございます。あと、あの金平さん、今の質問もですし、はい、あとは。うん、あの、もし岸田さんに期待できることがあれば、何でしょうかというご質問もあ。あの、先ほど申し上げた質問を加えて、あとは。 かっこいですかっこいいとか強いとか推しの強いものとかそういうなんかものに引きずられるような感じが、まあんまり好きではないですっていうようなご質問すそうですねあのいや。かっこいいっていうのはそういう推しの強さとかそういうこと言ってるんじゃなくてあのもっとこう幅広さとかあの誇り高い生き方とか誠実な生き方みたいな意味で言ってるんですけどねあのそれがやっぱり結果的にはその声が大きいとかさ 派だかいいいなっぱかれていくみたら僕は今までの議論聞いてて思ったのはあのここの議論でいうやっぱり政治っていうのがすごくあの限定的な狭すぎる意味で使われてるんじゃないかと思って僕はあの政治っていうのはあの霞ヶ関とか永田町の偉いさんの動きを持って政治っていうようなすごく狭い。 えー、典型的な政治部記者なら見るような政治っていうもんじゃないと思ってて、あのー、自分の身近なところに政治っていうのはあってねでそれって多分家庭だったりさ家庭の中にあったりあるいは学校にあったりとか組織にあったり組合にあったり政党にあったりみたいなあつまりあのそういうものっていうのが政治でその一人一人の権力の行使の関係みたいなものが政治でそことさっき あのサルタさんの父母会の話ってすごい面白かったんだけどそこってこれ結構政治じゃないですか。いやもう、ね、まさにそれが政治だと私はい,い,いや,いやだからその権限の権力の行使みたいなのがアンフェアだったりさ、えー、なんかこう、えー、汚ねえなと思ったりなんかコソコソしてるなみたいなの嫌じゃないですか。ね、でそれをなんか直していくっていうのは結構そっちの方が僕あの投票に我が党に投票とかっていうのはもちろんあるけど。 その前に自分の横のやつとこうどう渡り合っていくかみたいなあるいは企業の中でとても理不尽なことがあったりするときに声を上げるかどうかってすっごい大変ですよ。本当大変ですよだ。だってその中にいるから自分が。だけどそれをやれないっていうふうになっちゃうのが一番僕は怖いなと思ってて。えー、あの白井さんが言ってた僕 SDGs の今のあり方ってすごく共感得ながら聞いてたんですけど。あのー、今 言われてる S.D.G.S. っていうのは、民衆のあへんだっていう斉藤康平が言ってる言い方っていうのを僕は本当に共感を得ててですね、えー、彼が言ってるその、あ、北澤さんはなんかもう一つの資本主義、日本主義、日本的な資本主義みたいなこと、新しい資本主義みたいなこと言ってたけど、何言ってやんでって思いますよね。こ <laughs> はやっぱり斉藤康平が言うような、つまりキャピタリズム、資本主義の分析みたいなものをやっちゃうと、つまり。 今のここまで来ちゃった地球っていうのを考えた時にはつまり脱成長までいかなきゃいけないわけじゃないですか。なんか聞いてると脱成長なくして再分配なし再分配なくして何とか何言ってんだって話ですよね。もうなんか10年ぐらいの小泉改革小泉が言ってた新由主義のなんかフレーズの,あの言い回しみたいなものを借りてしか物言えないなんていうのはもうほ,ほとんどつまり今の 資本主義が陥っっっっててててていいるよようううなな病ののの深さっていうのを全く認識してないっていう証拠ですよねこれはもう何言ってんのでよ僕だからあの SDGs キャンペーンみたいなものをみんななんか宗教みたいにみんなわってやってるじゃないですかものすごい僕は実は正直言うと冷めて見てますねでそれに乗らないとなんか自分が乗り遅れるみたいな感じでやってる若い記者とか見てるんですよ何ってやんないと思いますよ 斎藤公平ぐらい少しは勉強して、それからなんか自分がやってる、あのー、ことが本当の意味での SDGs っていう、つまり持続可能なっていうようなことを言うんであればですよ、えー、今のメディアのあり方みたいな足元からまず見なきゃだめな話じゃないですか。何言ってんだっていうふうに思いますけど、ところはキャンペーン好きなんですよ、みんな。考えなくていいから、キャンペーンって。うん、ででそこでなんか自分が えー、いあの場所を見つけてそれに貢献してるとなんか自分が社会的に意味のあるようなことをやってるというふうに思っちゃってるんですよ。本当に情けない話だなと思うけど、そういうふうに言っても、まあ私がそういう悪態をつくとそれが全部自分にも返ってくるっていうのはわかりますよ。でそ,そういう,う後輩育っちゃったわけだから。ねでそう、そういうのはもちろんあるんだけど。えあの あんまり立憲民主党の個々人のことによっては僕は知らないしあの、えー、あんまり政党内的なものにはあんま興味ないっていうのが正直なところであの、さっき言った僕は政党内での権力構造とかっていうのはああの、自民党と似てるなと思うことはありますけど、外から見ててね。えー、だけど、それよりも僕は政治っていうのは、やっぱり自分たちの身近なところから一つ一つしんどい思いで変えていくっていうんですか。えー、例えばあの 単純なこと言うとあの、いろんな企業で労働組合の組織率って減ってるじゃないですか、ねで、そういうことの方が僕は危機的だと思うんですヨーロッパとかがなんであんなふうに健全に、えー、ある種、社会運動みたいなのが回るかっていうと、やっぱりちゃんと物言う守ってくれるところがやっぱり自分たちの中にあって、えー、やっぱりそ,その中で労働組合が一定のやっぱり役割を果たしてるみたいなのか、ドイツなんかそうですよね、でそれはあスペインもそうだ。 でそういうところをちゃんと見ないとダメで、日本は、あのなんか、今日入社式のところがあったり、あるいは配属のところがあったり、いの多いんですけど、ね、見てると、やっぱりみんなビクビクしながら生きてるじゃないですか。新しく入ってきたフレッシュマンという人たちが。それは、やっぱり情けないっていうか、あの残念ながら、やっぱり突っ張って、でやっぱり自分たちの権利を守るのは当たり前だし、そんな労働組合のことで、なんか周りから、とやかく言われる筋合いないぐらいに。 本当は、突っ張っ張てないといけないいいとけんだけけど、みんなな聞き分いいいででですすよ、よ、おとしええー、そういうふうにしちゃったっていうのも僕らの責任なんだけどやっぱりあのやっぱ個人の力とかやっぱりあのなんださっき言ってたような誇り高い生き方とかやっぱり教示みたいなものって、まあ、あの僕らが伝承し損なったものの最大のあものでやっぱそれをやっぱり取り返していかなきゃいけないなっていうふうなことを今。 僕は考えてます。もう今年になったからだと思いますけどね。うん、はい、ありがとうございました。もうすでにちょっと時間が超過しているので,で。 ちょっとしかしまとまりがない最後の一言ずつ最後いただいて終わりにしようかなと思うんですけどのが、私は僕は言ったから、もう佐藤さんに行ってください。白井さん、じゃあ,あの最後まとめていただくので、お待ちください。あのそうですね、まあ、皆さんのお話聞いてて、まあ、ちょっと参考になるかなというふうに思うのが、あのまあ、前、白井さんにも提談の時におっしゃっていただいたんですけど、私は弁護士なんですよね。で、弁護士、今日参加かなりしていただいて、ありがとうございます。私の大先輩にあたるあの尊敬すべきその社会の運動を引っ張ってこられた 方たくさんいらっしゃるんですけれど。 も白井さんにもです、ね、結構弁護士って、なんかそれなりに頑張ってる人いるよねみたいな、なんか結構継承ができてるんじゃないのみたいなことを言っていただいたんですよね。で実際、結構そうで、あの本当にまだ勉強司法試験の勉強をする頃から、でまあ、合格してからあ、そして新人弁護士の頃から、本当にその社会の問題に関心がある人が、もう今もう流行りなんですよ、やっぱお金儲もうけるそのお、ビジネスロイヤーで、もう本当に大きな事務所にみんなバンバン行っちゃって、もう東大のロースクールなんか出た日には、まあ、そういうところしかまあ行き道がないみたいに考えてる人。 とかもたくさんんいるんですけど、まあ、そうではない道を歩んできた私たちみたいな弁護士、今参加してくださってる先輩弁護士なんていうのは、うこういう道もあるよっていうことを少し示して、えー、こうやってやったら本当に1人の人を救えるんだよっていうことを、まあ、実地で見せてで、いろんな勉強会をやったり。いいまあ 時にはお金を出してそういう研修旅行に連れて行ってあげたりということで結構本当に丁寧にですね、まあ、自分たちが先輩にやっていただいたことを後輩にやるんだっていうことであの続けてやってるんですよでもちろん弁護士の人数なんて社会の中では本当にわずかなものですからわずかな努力に過ぎないのかもしれないんですけれどまあ、新聞でなんか意見判決が出ましたとか原発で差し止め訴訟勝ちましたみたいな時々載ってると思うんですけどそれって本当に継承されて後輩がちゃんとその後を継いでる まあそういうい歴史があるんですよねなのでまあそういうまあそれ弁護士はすごいゲルドス的ですごくグループがちっちゃいのでやりやすいというところもあるんですけれども、まあ、もしメディアの中でも、まあ、というかまあメディアの中でも勉強会とかっていうのをよく聞いたりしますけれど、まあ、学者の中ではまあしっかりそういう意見を発言している方もいると思うんですがあそれぞれの持ち場でまあ継承していくっていうことはすごく大事なんじゃないのかなというのを。 私が先輩弁護士たちにしてもらったことを思ってもいうふうに強く思います。であと、まあ、あと自分ができることというとです、ね、さっき政治というのは永田町じゃないというふうに私も,申し上げ私も申し上げたんですけど、本当に金平さんおっしゃる通り、もり、本当に目の前にいてどうしようもなく私の頭では全く理解できないことを言っている保育士の先生とか、あのちょっといいアイデアを言っているのに潰されてへこんでしまっているお母さんとかですよ。そそうういう人たちにこうじゃあそれ え私も賛成だから一緒に先生に言いに行こうよというその一言がもう政治だと思っていて、先生それ違,わない違う違うでしょって、その情報を昨日のお便りに載ってたのになんで私が答えるのが個人情報の保護なんですかって説明してくださいって、その一言違ってもいいんです私が。でもその一言言うところがもう政治だと思っていて、そういうあの一言から政治は始まると信じて、まあみん 今こちらに参加してくださっている方が周りの方に一言ずつ声をかけ続けてくださるというのをやっていただく私自身も頑張るというのがいいのかなと私は SDGs は SDGs 自体があの地球を壊してるからまあ賛成ができない部分はもちろんあるんですけれども 例えば、まああのまあ、本音は全然そうは思ってなくても、賛成しなきゃいけない雰囲気を作っていて、それが政治になっていくというのは、あの白井さんの言うように、薄っぺらなんだけど、それは私はしょうがないというか、ある意味戦略なので、そこは私は白井さんと激しく意見を使って、その戦略で薄っぺらなものを重ねて社会変えていくというのがもうしょうがないので、あの社会に納得しなくても、意見判決、一個取って変えていくという弁護士のやり方にも近いのかもしれませんけど。 LGBT なんかどうでもいいと思ってる人がいっぱい世の中にいても LGBT の権利がとっても大事だとしか言えないような区域を作ってみんながそう思ってなくてもそういうパートナーシップ条例とか結婚ができるような法制ができるとか私はそれでもね社会変えていく以外そんな真正面から勝負して変えられるほど社会はね甘くないのでそこはもう戦略としてはそっちでいくしかないとは思ってますけどちょっと話ずれましたけどなので私の最後の一言としてはまあ私は自分自身の子供に対しても何とかあの少しでも そういういところに,行くように、まあ、デモとか連れて行ったりというのをしようかなというふうに思って、まあ、実践もしているんですけれどお周りの人に一言ずつだけでもそして自分のまあ後半に当たる人に少し声をかけるとかそんな努力をしていきたいなとこの本を作ることで改めて思ってですね、えー、ちょっと外交ばっかりやってないでそういうところの発言もしていかなきゃな自分も心がけていこうかなというふうに思うようになりましたぜひ皆さんも共感もしし,たいしていただければ今一歩やってらっしゃるでしょうけどもう一歩踏み出していただけたら嬉しいなというふうに思います。 じゃあ最後白井さんお願いいしますはい、さっきのね、あの運動をやるかどうかで、そこで言えば成功体験があるかどうかっていうのがあの、やっぱりキーになってんじゃないっていう、サラダさんの話に対して、<laughs> 金平さんが、いや、そういう考え方だけいいんだって <laughs> 言ったじゃないですか。で、あれって、その成功体験があるから参加するんだ っていうまあ話じゃないだろうっていうのがまあ皆さんのあの話でまあある意味それ絶対的倫理とか美学の門あるいは恥を知るということだとでその成功体験の有無みたいなものをその社会運動に参加することを参加するしないの指標にするっていうのは実にまあアメリカ的な学問のものの見方なんですよね、まあ、要するに功理主義ベースにしてるからあの 参加して、なんかいいことがある。えー、それは実利だったり、あるいは、まあ、精神的な満足だったり、えー、まあ、どっちでもいいってい話になるんでしょうけれども、まあ、要するに、その何かしらのプラス、効用があるから参加するんだ。効用がなければ参加しない。で、えー、まあ、要するに、この見方っていうのが、まあ、実にアメリカ国有の、まあ、もの、効率主義的なものの見方であって、いうことは私事実だと思います。で、えー、 要するに何て言うんだろうなそのえげつなさっていうのをアメリカ人自身がどこを捉えてるのかなとある種あれだけそうものすごく多様性がある人種的なあ人工国家でそこで、まあ、いろんな宗教背景もあってその中で ある種建前部分だけではまあこれだったら分かり合えるよねっていう一応のルール作っときましょうかっていうんでああいう形のもう人間観というかなものの見方っていうのが発展したのであってある種内面的には違うっていうことなのか。 まあそこはちょっと私にはよく分かりかねるんだけれども、あのまあやっぱり本当のところは僕は確かに成功体験という問題ではないと思うんですよね。あの結局成功しようが失敗しようが、な,んなのややるしかないからやるっていう、まあ、世界だと思うんですよ。例えば、えー、それは辺野古の問題だとか、えー、なんていうのそれこそ,その典型的なあのものだと思うんですけどね。ででそれで まあ、あともう一つ今スターさんの話で重要だ,だったのはやっぱり、まあ、まあ弁護士業界ってちゃんとギルドがちゃんとしてていいですよねっていう気思いましたね学者も一応ギルドあるんだけどもう,やっぱもうダメになってますねである意味あの学術会議の,あの任命拒否問題でちょっと学者のギルドが 活性化されたっていうね <laughs>、ところがあって、学者に一応ギルドがまだ生きてたのかっていうのは感じましたけれども、でもまあ、つうか、例えば、うん、現場のことを言えば、それはもう私の見,見えてる範囲のことに過ぎませんけれども、じゃあ学者同士でが、あれはどうすんだと、ふざけけじゃないよねと、でどうしやっていくみたいな、どうこれ抵抗していくみたいな、 ことが、じゃ大学なんかで話題になってるかっつったら、なってないっすよ。全くと言っていいほどなってないと思うんです。全国で。<laughs> 要するにそこまで、なんていうかな、日本の学者っていうのは、あの、はっきり言って社会的関心なくなってるんですよね。そんな感じ、そんなものにある意味過ぎなくなっちゃってますね。で、まあだから、うん、まあ僕ももうちょっと学者、 知識人コミュニティの伝承とか、ある種のギルド的な組織化みたいなものをもうちょっと真面目に考えて何かしないといけないのかなっていうことも考えんでもないのですけれども、まあ、なんかっな、まあ、めんどくさいとか言っちゃいけないんだろうなと思うんですが、あの、最後にまとめとして、あの、若い人たちも今日、あの、たく結構聞いて、 くれてるみたいなんで、もう中高年の方はね、あのこれまでいろいろやってきたでしょうし、今後もあのね頑張ってやり続けるだけっていうねだと思うんで、若い人たちがじゃあどうやってしていくかと、あの結構あの弁護士いいかもしれませんよと思いますよ。やっぱり弁護士投げないで投げないでちゃんと自分の業界で継承しなさい。国守技能なんでちゃんと食えるわけなんですよ。ちゃんと食えるっていうのが。 やっぱり粘り強く戦い続けるためにも食えないとダメなんであのきちんと食い口を確保すること本当に何でもいいんです何でもいいから食い口をきちんと確保してそこの土俵っていうのをあのしっかりあのさせるっていうことをね結構あの若いとつい何とでもなるわとか思ってないがしろにしがちかもしれないけれども。 あの気をつけていただきたいなと思いますね。 はい、ありがとうございます。あの随分とあの普段、私も何度もシンポジウムの司会をさせていただいてますが、だいぶはちゃめちゃであったことは司会の本人も認識はしております。ただですね。あのまあ、それも3人がですね。まあ、あのもう4年前からですね。定電をまあ繰り返していて、もしかするとちょっと冗長にあの仲良しクラブみたいに聞こえたかもしれないんですけれども、あのとはいえ、こういうところでですね。かなり私は本当に刺激を受けて学んで、またその4年間、もしかして発見ザロス3は4年後に出るのか、皆さんが買っていただくかどうかに関わってると思う。 ですけもしかしたらもっと早く出るかもしれないけどあのいうところでいろんな刺激をいただいてあのまた次への良しというの次の指針が見つかるみたいなところもあるので、まあ、何かそんなちょっとしたことを皆さんがつかんでいただけたのであればあのとても嬉しいなとで整理されとらんわいと思う方はぜひぜひ何卒この本を買って整理されてる <laughs>、えー、バージョンの本を購入をしていただければと思います。 ウェブサイトにもあるんですけれどもあの今回こちら参加してくださった方にはあの割引価格で送料無料,無料かつ割引のセット販売みたいなのもあの鴨川出版さんの方でご用意くださったのでありがとうございます、えー、ぜひあのメールアドレス鴨川さんのメールアドレスあるかと思うのでそちらの方にお申し込みをいただければありがたく思いますでちょっといくつかだけ懇親会に移る前にお時間をちょっといただければというふうに思うんですがえー、っとですね、えー、私ども新外交イニシアチブ あれどっか行っっ行ちゃったの、えー、っとじゃあまずアンケートを,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 を今配らせてあのまたメールでもお流ししますしチャットで、えー、送りをしているので、えー、ぜひいいアンケートにお答えをいただければと思います。ごめんなさい。そして、えー、示さなくちゃいけないスライドがどこかに行ってしまった。ごめんなさい。ちょっと待ってくださいね。えー、っと,、えー、っと私どもですね。3月に えー、政策提言ということで、新外交ニシアチブ、今日は全然外交の話、せっかくパワーポイント、新しいの作ったんですけど、<laughs> 使わなかったんです。であの、またそんな話もいつかする機会が持てればとは思うんですが、あの3月に、えー、この新外交ニシアチブの政策提言書っていうのを出したんですね。で、これ、安全保障外交問題についての網羅的なあ政策提言書になっておりまして、えー、これを見ていただくと、韓国の問題、北朝鮮の問題、当然、米中の対立の問題含まれている。 ってものなんですが残念ながら3月だったのであんまり台湾の問題はあの細かく入ってないんですで。その台湾を含んだものをですね今回ちょっと出しますので、えー、ごめんなさい岩井ちょっとスライドが私いきなり出なくなってしまうというこのズームの急に変になるというのが起きてしまったんだけど岩井るちょっと表示してもらっていいでいごめんなさい。10月の11日、10月の11日あと10日後ですねに台湾問題に関する提言。まあ、今何でも 台湾、台湾、台湾じゃないですかで、総裁選でも台湾、米中の対立どうなるのかというところで、そこはしっかり、いや、その台湾とにでアメリカの味方するということは、要するに日本が中国と戦争することだよと、そんなんでいいんですかというような新しい提言をです、ね、出したいというふうに思っておりますので、今、あの参加を申し込み受付始めてますので、ぜひご参加をいただければというふうに思います。 それからですねあの、スライドにちょっと映せないんですけれども、続いてあの朝鮮半島の問題をちょっと歴史を遡って、歴史の問題にも触れながら、あ軍事、外交の点について、近代日本が歩んできた軍事、外交の道のり、朝鮮半島と日本の関係を通じてというテーマで、またシンポジウムですねこちらは11月26日の金曜日7時から、11月26日7時から、金曜日の7時から、オンラインでこちらも。 を行う予定にしておりますので、ご参加をご予定いただければ大変ありがたく思います。 それからですね、えーとえー、いくつか最後にご連絡なんですがあー、アンケートは先ほどお願いをしたんですけれどもおー、アンケートのお願い、またメールさせていただくんですけど、その時にですね、今日あのお示しをいただいた白井さんのパワーポイントスライドと私のスライドはお付けできるかと思うので、ちょっと事前にお配りできなくて申し訳なかったんですが、あーそのように、あの毎回資料,資料をくださいというご連絡いただくんですけど、お待ちをいただければというふうに思っています。 そそれれととうです一番大事なことを忘れてましたあの新外交イニシアチブはです、ねまあ、こういう連ベをしたりですとか、今日今日の話聞いてるだけだと何やってる団体が全然分からなかったと思うんですが、普段はですねあはアメリカや、まあ、中心はアメリカなんですけれども、国境を越えてです、ね、あの日本の沖縄の基地の問題ですとか、原発の問題について、えー、今の日本政府が絶対に伝えない声というのをしっかり伝えていくということを。 をやっています。具体的には沖縄の辺野古の基地に反対をして座り込みをしているような方々をワシントンにお連れをして向こうのお国務省、国防総省、ペンタゴンのお役人たちに絶対に基地を作らないでほしいと沖縄は常に反対してるんだというようなことを伝えたりというようなことをしています。今もですねあのなかなか外交モテに出せないんですけれども、おまあ、衆議院選に入る前まではですね、も定期的にアメリカの議会とですね日本の議員さんのセッションっていうのを をまあ設けててですねあのやったりもしていますしいろんな方に参加いただいて勉強会みたいなものをまあ議員向けにアメリカでもこういうふうに中国に対して、えー、そんなにこう高派ではなくですねちゃんと仲良くやっていかなきゃいけないって声だってあるんだよっていうようなことをまあ示すような会をやったりということで、まあ、地道ながらになかなかちょっと珍しい活動を出てきている団体なのかなというふうには思ってますだからなんといっても若い世代がたくさん集まっている団体で、まあ、あの会議やれば平均年齢は大体20代で落ち着くかなというぐらいの若いまあ平和団体というか、まあ、平和団体 言わないいいから集まままっってててんだとと思すすけど、まあ、シンクタンククタしてやっていますあのぜひ、そんな若い世代を応援するという意味で、えー、入会、それからあご寄付で支えていただければ大変ありがたく思います。よろしくお願いいたします。えー、っと、あと、そうですあの、一番大事なことは本を買ってくださいということだよというコメントをもらってしまいましたその通りです。今日はあは出版記念,パ記念会なので、本もここにお願いをいたあのさせていただきます。